はいどうもカーボンです。動画見てくれてありがとうございます。本日はですね2023年最後の動画になります。ということで今回はですね2023年のコレクションのね動画を撮っていこうかなと思います。前回に引き続き2022年の12月にも同じ動画出したんですけれど意外と好評だったのでね今回も全部のデッキをねひっくり返して全部ファイルに入れ直してね、全部ソートしてっていう感じでねファイルを整えましたのでね一つずつ紹介していこうかなと思います。で今僕のところに保管されているファイルはこんな感じになっていまして、それぞれ一つずつ色ごとに分けているのと、あと多色とファクトとあと土地が何個かあってあとなんだっけちょっと特殊な加工というか特殊なフォイルのバージョンのファイルが入ってたりとかまあいろいろありますね。はい、まあ、前回も見た人とか今年ずっと見ていてくれた人とか、まあ、基本的にね復習するような動画になってるかなと思うので、まあ、ただね全部ね入れてるわけじゃなくて入れきりってないやつもあるんでね、まあ、そんなところもありますよという感じでガバガバな感じで、今回もお伝えしようかなと思います。よしということでまず白のカードからいきますか。白のカードまずこちらですね。ここら辺はあんまり変わってないのかな。ちょっと孤独は打って7枚に減ったんですけれども一応ねデッキが組めるようなレベルで、7枚ぐらい残してる感じになってますね。はい、で何個かフォイルになっていて、これはモダンホライゾン2のこれをね結構向いてた時に出たやつですね。で堂々たる撤廃者はこれそうそうこの赤いやつとかがデッキに入ってるやつですね。エーデリンのデッキに入ってるやつかなーっていう感じですね。で最近ちょっと値上がってるセレスティンがあったりとか堂々たる撤廃者、まあ、そんなに入れてないですねこういうのはね。でこれなんだっけ逃走者マスターズで、出たやつですね。逃走者マスターズ意外とね使えるカードは多いのでもうちょっと向きたいけどねちょっとそんな感じですね。はい、で次が、こちらですね。2ページ目石火事がいっぱいありますね。これは昔レガシーをやっていた時の名残ですね。で普通に今も使ってるカードがあるのでね石火事装備品のデッキとかエーデリンのデッキとかには普通に入ってるんで、はい、そんな感じです。で大変動もこれも昔から好きだったカードですけど、EDH で一応使えるっちゃ使えるんですけどこれ使うとね土地とかもいっちゃうからねあまり良くないなと思ってあまり入れてはいないカードですね。はい、で謙虚があって謙虚もそうですね。これ一番最初の EDH の時に入れてみたんですけどみんなのクリーチャーが機能しなくなって自分も機能しなくなってということでねこれは外しましたね。こういうのもあまり良くないなと思ってね、まあ、ちゃんと勝ち手段があればいいと思うんですけど僕その時勝ち手段がクリーチャーによっててこれを出すと自分のクリーチャーも使えなくなるっていうねで11のクリーチャーがなんかどんどん増えてって一応僕が有利な盤面ではあったんでまあそんなことがあったんでまあ一応使ってはいないですね。あと護衛募集員が結構使ってますね。これ EDH で入れてるやつですね。はい、あ虹色の主演もありましたね。これ最近全然使ってないですね。結構強そうなんですけどね。あとイオスのレインジャー、はい、これも強い。これはなんかサイドボードに入れるように買ったやつなのかな。で、ホーロー王の三人衆分身してます。はい。で、これが、今一番僕の動画で伸びている妹の動画で当たったやつですね、妹ね。はい。これは大事にしようかなと思います。で、アカデミーの学長がいて、これめっちゃ強いですよね。ただ、これあんまり使ってないですよね。多分入れたら強いんですけど、なんか自分から生贄に捧げる手段がないとあんまり能動的に動けないかなと思って、まあ、ただ相手にした時は普通にこいつ立ってるだけで殴りに行けなくなるからなんかもう雑に入れても強いなとは思ってたんですけどね。はい、なんかそんな印象のあるカードですね。で補充ですね。これは一応レガシーの EDH のレガシーのエンチャントレスのデッキがあるんで、それに1枚入ってるのかな。違うな、これ EDH で多分使ってるやつだな、どっちも。そうっすね。はい。多分エレベアとドゥバーサで入れてると思いますね。はい。で、ここら辺がモダンホライゾン2の、
名残ですね。はい、エッチングフォイルのルーンの値で、これも非常に強いカードですね。はい、でエスパーの保証がいっぱいあって、何枚かは売ったんですけれども、やっぱり白のデッキ作るとなると必要になるんでね、そんなに手放さないようにはしてますね。はい、で神聖なる表意があって、この例の発表も最近売ったんですけど、1枚だけとりあえず残しておこうかなと思って、フルアートフォイルのやつが入ってますね。でオパールの輝きがあって、ちょっと使えそうなカードも最近入れているんですよね。はい、で最近話題になった斉藤直樹さんの邪悪を打ち砕くですね。僕イラストも少し描いていて、このマジックに再びハマる前はめちゃくちゃイラスト練習してたりとかしてたんですけどね、最近 YouTube の方がね忙しくて全然そっちのことやれてないんですけどね、もうちょっとねそっちも頑張りたいなと思ってる感じですね。はい、で鋼の指定士、僕結構好きなカードですね。デッキにもちょこちょこ入ってたりしますね。はい、まあそんな感じで、多分これね4枚あるんだけど、なんか取り出すのめんどくさいからと思って取り出してないだけですね。なんかもともと2000円ぐらいしてたけど、ちょっと安めになってたから、これ2000円ぐらいしないかなと思って、ファイルに入れなくてもいいかなと思って、そのままデッキに入ってるんで、ファイルに入れ直した。時々入れ直して入ってないやつがあるかなと思います。はい。これ、神聖の力戦？違う。力戦の束縛か。力戦の束縛も結構いい値段してますよね、最近ね。はい。これ前使われたけど、あんまり機能してなかったな。はい。で、ミュレルもね、ミュレルも、非常に面白いカードなんだけどね、これ使うんだったらエーデリンの方がやっぱり使い勝手がいいかなと思って、白のデッキはエーデリン使ってるんですけどね。まあ、ただね、これもデッキ作ってみたくはあるんですけど、同じデッキがねできちゃうから、2回やったデッキができちゃうから、そこがね難しいところですよね。でホーロー王ですね。このホーロー王を自分で当てて、ハマさんの主催のフリマに出そうと出品しようかなと思っていたら、なんか風邪をひいてしまって、でこれを東京でそのフリマには出席できなくて、でこれを特急 MTG さんに売って、売ったんですけど、売った後にプレイヤーズコンベンションで東京 MTG さんのオリパからこれが出てきて、もしかしたら別の人のかもしれないですけど、なんか同じのが出てきてということでね、なんかね呪われてるんじゃないかなってちょっと思って、これはね一応手放さないようにしようかなと思ってここに入れてますね。はい、あれ、ミナに命を、これ結構強いカードですよね。ただ使ったことないですよね。いつか使いたいんだけどなと思いつつ、デッキに入れるスペースがないなと思って、はい、こんなとこに入ってますね。であとイニシアチブのカードがあって、そう、これ最近ねめちゃくちゃ再録されてね、エルドレインの森でね再録されてね、めちゃくちゃ安くなりましたよね。安くなったっていうか、もうアンコンモンまで落ちちゃったしただこれめちゃくちゃ使うと強いカードだから、はい、まあそんな感じで EDH の環境は非常に良くなってるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そう、再録される前1000円ぐらいしてたんですよね、これね。うん、でスカイクレイブの亡霊とかもいて、 あとこっちセラの後遺層ね、言いましたね。はい、これめちゃくちゃ強いカードで、EDH だと1マナ66飛行反魂みたいな感じのクリーチャーになるってやつですね。はい、非常に強いカードマジで反則級ですよね。はい、あとエドモンのホンダとかも見ますね。これなんだったかな、ジニーフェイのデッキのトークンいっぱい出るから強いかなと思って買ったやつですね、多分ね。でセビンの再利用がいっぱいあって、でここはファイレクシャの完全なる統一のカードがちょこちょこ入ってますね。で意外とモンドラクはいっぱい確保してますね。トークンいっぱい出すようなデッキが好きなんでね、多分もうこれ全部の種類あるんじゃないかなっていうレベルでなんかばらけてますけど。でシガルダの助けがあって、これハンマータイム作ろうと思って買ったカードかな、多分そうだと思いますね。でスクレルブいましたね、スクレルブ。はい、これはデッキに入れてるやつだな。スクレルブもね結構強いんですよね。ルーンマザーみたいな感じで使えて、で一つだけとりあえず入れてるところがあるんで、多分他の白いデッキとかだとルーンマザーとルーンの値で2枚だけで使ってたんですけど、この
この色のねデッキはあのローズタイラーのデッキで、ローズタイラーの攻撃を通したいと思って、これ使ってますね。なんか追加で入れてますね。はい、まあそんな感じですね。ここら辺になるとちょっと値段が控えめになってるやつですね。はい、はい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 、天使の運命が強い強い、これあれだな、逃走したデッキです。はい、でここら辺は結構控えめな感じになってますね。控えめな感じ。はいはい、サリアがいます。はい、リストインピース。あ、これね、結構これ結構強いやつですね。これ昔、本当昔ですね。これ多分出た頃あたりに買ってリアニメイトで使おうかなと思ってたやつですね。はい、めちゃくちゃレガシーとかも関係なく適当なカードで遊んでた頃のやつですね。はい、即時乾燥もあんまり最近使ってないですね。あ、でロランはね非常に強いカードですね。これね、自分これと発売当初めちゃくちゃ使えるなと思って買っといたんですけど、早めに買っといてよかったですね。はい、まあここら辺はそんなに突筆すべきところはないかな、なさそうかな。この天使のたしなみが強いですね。はい、とりあえずある分だけ白いデッキには入れてるのかな、もしかして。はいはいはい、まあそんなとこか。もうちょっとあるか。あとこれ完璧な策略が、あの収録というか再録されまくって、これやべえと思っていっぱい買った末路ですね、これね。はい、まだある、まだあった。2ページにわたって完璧な策略がありますね。だいたい白いデッキにはとりあえず入れてるんで、はい、まあそんな感じですよ。あれ作れるのスマって、この巧みな隠蔽がね非常に僕好きでね、これはもうだいぶ色がついたスリーブに入ってるんですけど、だいたい白いデッキなら入ってますね。これもほとんど入れてますね。1枚だけ余ってるのか。はい、ということで、あ、ここら辺は結構デッキに入れてたカードが多いな。あ、クローマの石ね。はい、これも白いデッキだいたい入れてる気がするな。選定された更新もだいたい入れてるな。あ、テフェリの防御も大体入れてますね。テフェリの防御はやっぱ強いですよね、これね。一発逆転が狙えるんで。はい、まだテフェリの防御があった。8枚ぐらい持っていて、8枚ぐらい入れてる気がするな。あ、で、悟りの教授者ね、めっちゃいっぱいありますね。これも非常に強いカードだし、僕買った時はそんなしてなかったかもしれないですけど、あ、でもあれか、ドミナリアリマスターで再録されたから結構、値段は落ち着いてんのかな。かもしれないですね。はい、あ、で輝かしい天使はこれパイオニアのデッキのやつですね。一応吉弘さんのイベントのパイオニアのやつにちょこちょこ出てたりはしたので、もうただそこからもう ETH にどんどん移っちゃってね。はい、もう最近は使ってないですね。はい、これはレガシー用のエンチャントレスのやつですね。で、行き詰まる徴税があって、北別があって、リックがいて、これリック未だ結構値段するような気がしますけどね。はい、あ、でこれも非常にね強いカードですね。フェイズアウト、クリーチャーをフェイズアウトできるんですけど、キッカー払うと対象のプレイヤーのクリーチャーをフェイズアウトさせることができるので、相手のクリーチャーを全部一掃しつつダメージを通すことができるのと、相手の攻撃クリーチャーを全部フェイズアウトさせて防ぐことができるっていうことで、これ非常にね強いカードだと思いますね。はい、僕は。あと沈黙がありますね。はい、っていうな感じですね。白いカードは、白いカードはあれだな、そう入れてて思ったんですけど、もうファイルが終わっちゃいそうな気がするので、もうちょっと次回は厳選したものを入れようかなと思いますね。はい、なんかまだファイルがまだ余ってるなと思って、いっぱい入れちゃおうと思って、使うカードとりあえず入れちゃおうかなと思って入れたらこんなになっちゃったんで。あ、まあでもね、使うカードはだいたいこんな感じでいただきたいなと思います。はい、じゃあとりあえず白のカードはこんな感じです。はい、ということで次は青のカードになります。青のカードはまずこんな感じでウィルがいっぱい入ってますね。一応ね、レガシーのデルバーのデッキを持ってはいるので、それのために4つウィルがあって、あとは EDH のデッキでちょっと使おうかなと思って2枚ぐらいは使ってんのかな。確かこれエンダルさんのオリパで当たったやつだったかな、というものがいろいろ入ってますね。これ
前回の福袋だったかな。はい、まあそんな感じでいろいろ入ってますね。はい、やっぱりこの最初にねちょっと旧枠を入れてるんですよね。はい、まあこれは新枠の旧枠ですけど、偽旧枠ですけど、ここに入ってたらかっこいいかなと思って入れてますね。はい、ドリームホールがあって、リスケンがあって、リスケンでもそんなないですね。青いデッキあんまり作ってないんで、今後も作っていきたいなとは思ってるんですけどね、比較的にその赤とか緑とか白とかのデッキが多いかなっていう感じになってますね。はい、でタイムスパイラルが8枚あって、で実物提示教育が4枚ありますね。一応スニークショー的なものが作れるように4枚揃えてたのかな、多分。で、恍惚な願いと精神力、マインドオーバーマーター。パニクロンがあって、これなんだっけ、あの、EDH の青赤のデッキで使おうかなと思って、一応入れてはいいのかな。で、ウルザがいて、金粉のドレイクね、これめっちゃ高いです。これ強いんすよね、結構ね。マジで。うん、いやだから結構値段するのも最近だと分かりましたけどね、昔結構めちゃくちゃ安い値段で売ってたんで、そのうちに買っとけばよかったなって思いましたね。あとスタイフルですね。これそう、あのスタイフルノートを作りたいなと思って、スタイフルも一応ありますね。はいはい、時間の進捗がある。レモーラも一応何枚か揃えておいて EDH のデッキに入れたいなと思って入ってたのと、トドミアナリアリマスターで当たったのがありますね。あとこれなんだっけ、パック開封した時に対抗呪文のフォイルが当たったんで、これしかも瀬戸部から出たやつなんで、かなり熱い対抗呪文ですね。はい、でジェイスがあって、召し上げがあって、そうこれ最近高いですよね。精神壊しの罠だっけ、相手が何個か呪文を唱えてるとただでキャストできて、望む枚数の呪文を追放できると、打ち消しじゃないから打ち消されないってやつでも吹っ飛ばすことができる非常に強い、精神壊しの罠、非常に強いカード。はい、これでこれを使って勝ったこともあるんで、いいゲージだけど結構いいカードですね。はい、ゼロマナで打てる可能性があるっていうのはね、いいよね。3つ以上だっけ、3つ以上唱えてたらゼロマナでできるのかな、確か。で、サメ台風があって、これも統率者のトゥーバースのデッキで入ってるのかな。あ、で、この金属トドの種子ザメね、これ、めっちゃ間違ってたんだけど、こいつね、クリーチャーなんですよね。マジで、こいつエンチャントとかファクトとか、なんか、ただの置物かなと思って殴りに行ったら、じゃあこいつでブロックしますって言われて、あ、こいつクリーチャーだったんですねって言って、ちょっと殴るのやめていいですかみたいな感じで、そんなことしてましたね。はい。あと、これだっけ、パイオニアのマーフォークのデッキのに入れてるやつですね、多分ね、これ。一応、絵柄は揃えた方がいいかなと思って、絵柄揃えてる感じですね。はい。で、1枚だけマーフォークのデッキ違うか。まあ、わかんないけど、こんなのもありますね。で、緻密が。なんと、緻密は通常バージョンの絵のやつが全然なくて、ほぼほぼフルアートのやつしか当たってないですね。はい、でこれもパイオニアのマーフォークに入れてるのかな。あと劇場の貢献があるんですけど、劇場の貢献そんなにないんですよね。3枚ぐらいしかない。でフル投入してるんで、多分シソドラゴンとマイラのデッキと、マイラじゃないか、トゥバーサのデッキと、あとなんだろうな、マイラのデッキか入れてんのかな。最近マイラ使ってないんだよな。あ、でこのローバイの嵐1枚だけ売ったんですけど、これも非常にね最近値上がってるカードですよね。ラスターストーム、このこっちのバージョンが好きだな。こっちのアイコニックマスターズかなの方が好きですね。でペンドラルのキーだっけ。でサイクロンリフトもフル投入してますね。一番ところこの初版の方しか、初版の方と一応ダブマスのバージョンマンドかなんですけど、全部基本的に残ってるものはないぐらい入れてますね。はい、でここは最近の逃走者マスターズの趣味の教授者、これまだ持ってなかったんですけど、青いデッキがねあまり作らないんでね、まだ使ってないですね。そのうち使おうとは思ってます。はい。で英語の子玉あって、鳥ちゃんがいて、高
橋さんがいて、ここら辺も使いたいんだけどな。でもそんなに枚数なくてもいいから売っちゃってもいいかなとは思うんですけどね。うん、あとダクロの姿勢ですね。ここら辺はレガシーで使ってるやつですね、多分ね。使ってるというか、デッキ持ってはいるけど、レガシーでは遊んでないですね。はい。はい、で、これも昔のレガシーの名残ですね。バントのレガシーのデッキがあったんで、それに使ってたこの、めっちゃ強い、ほぼほぼ無敵のクリーチャーですね。トゥルーネームネメシス。誠の名の宿命か。宿敵か。はい。で、カッパの砲撃手もこれもいつか使いたいなと思って何個かあるんですけど、まだ使ってない。まだ使ってないカードがいっぱいあって困っている。デッキも作りたいが、困っている。ナセットがいる。はい。で、ここからは、だいぶ控えめなのかな。で、最後ちょっと盛り上がって終わる感じになってますね、最近の。このファイルは。多分後ろの方はデッキに入れてて、ファイルに全部入れて、で残ったやつが全部後ろに残ってるって感じですね。で、ここが僕ちょっと好きなページで、ハイタイド、このアーミーウェーバーさんのこのハイタイドがめちゃくちゃ好きで、昔からそのマジックの本にこのハイタイドっていうカードめちゃくちゃかっこいいなと思っていたんですけど、それがこんな風にね、ファイルに入れられて、こんな感じで眺めることができる、非常に僕ここのページ非常に好きですね。はい。っていうこのステイシスとかもかっこいいですよね。はい、1枚ね、足りないんですけど、1枚ね、欲しいんで、そのうち買おうかなと思って、いて、頼むときに忘れて、ずっとこんな風に空いてる感じになってますね。はい、残念。はい。で、瞑想があって、侵入警報があって、侵入警報もね、非常に、まだ僕のデッキで入れてるようなデッキはないんですけど、これも非常に、EDH では使えるカードですね。はい。マーチャントスクロールも強いし、まあ、こうゆっくりとなっていう、行き詰まりだっけなんだっけまあ、こうゆっくりとなっていうカードですね。はい。で、予報があって、ここになんかちょっと高いカードが入ってますね。高い、いや、違う、これは違うわ。調律か。はい、調律好きなカード。プロパガンダ、悪いカード。で、オルバールは、なんか、なんだっけ、なんかの対策カードとして入れておいたら強いっていう話で、一応買っとこうかなと思って買ってたやつですね。はい。はい、ディダクシアの歯の調査。ここら辺も結構ね、やっぱり使いたいカードはいっぱいあるんだけど、なかなかね、いっぱいデッキ作りたくなって作ってはいるんですけど、やっぱりどうしても手に出せないカードがあったりとかしてね。そこは残念ですよね。一応最近のカードも入ってますね。これ借り手だな。借り手強い。あ、で、このテゼレットね、非常に強いですよね、これ。このイラストも非常にかっこいいし。まあ、このエターリをね、エターリ使ってこれパクったんですけど、これ強かったですね。アンタップアップトゥーターゲットアディファクト。パークと2つアンタップして、マイナス X で、マイナス X 分のマナコストのファクトを持ってくれるのかな。これ、そうそう、マナーが足りなくて、クソーと思ってたら、マイナス X でソルリングをね、持ってくれることに気づいてね、はい、相手からパクったやつですけど、これ強いなと思っていましたね。あ、で、そうそう、その、僕、青の、色ごとに、その、そこそこレベルが高めな、強めな感じの逃走者は作ってるんですけど、青だけなくて、で、青のデッキはファクトを用いたデッキにしたいなと思っているので、これが使えるかなと思っていたわけなんですよね。はい。まあ、なんか、いつか作りたいなという感じですね。あ、リスケもありますね、まだ。で、全地ね、はい、これ、全地、はい。ターシャツ、ヒリアズ、ラフターがあって、そうそう、ここら辺は、デッキ破壊のデッキを作っていたんですけど、一回も使わずに、崩しちゃいましたね。とりあえず、そう、一回モダンハマってた時にモダンのデッキちょっと増やそうかなと思って、これも作ったら面白いかなと思ってパーツ買って組んだんですけど、対戦しないまんま、はい、ここに封印されましたね。はい、全地がある。
あでここら辺は結構デッキで使ってるやつだな。これはレガシーで使ってるし、はい、はい、これもデッキで使ってるやつですね。で指定の契約非常に強いカードですね。はい、でこれロードオブザリングのパクトオブネゲーションですね。非常に珍しいカードなんじゃないかなと思います。であとは秘技の契約があって、秘技の否定か、秘技の否定ね、非常に強いカードだし安いし、これめちゃくちゃおすすめですよね。だいたい EDH の青いデッキなら入ってるんじゃないかなっていうレベルのカードですね。でもここで終わりですね。白鳥の歌がパラパラとあって、はい、僕の白鳥の歌が非常に好きです。はい、ということで青のカードはこんな感じですね。まあこんな感じで全部紹介していくような感じになるかなと思います。よし、じゃあ次は黒のカードになります。黒のカードはまずインカーネーションがありますね。ここら辺はあまり変わってないですね、他のやつと。ヒダね、パイオニアでかなり暴れてるらしいですね。パイオニアじゃないか、モダンか。これね、マジで強いですよね。結構前にそのレガシーのエンチャントですと、パイオニアじゃなくてモダンのこのヒタンが入ったデッキと戦ったんですけど、1ターン目にあのまだ死んでない的なものを 使われて一気に2枚落とされてかなりしんどかったですね、うん、普通に負けましたね。はい、はい、で用具もその石と用具もその取引がありますね。はい、これは禁止カードですね。これは使っちゃダメですね。はい、用具もその石も、ね、非常に強いカードですね。普通に使ってますね。はい、で、再活性がありまして繰り返すアカウント、これ ETH で使っていいんだっけ、ダメだっけ、なんかダメな気がする。いや、わかんない、いい気がする。で真空ホールがあって、ゾウオがあります。ゾウオね、これ非常にね強いカードですね。あの逃走者に使ったら20点払って、一人ワンパン的な感じで使えるんでね。はい、ブロックしませんか、ブロックしませんかって聞いて、ブロック、あのゾウオを打って、じゃあライフ20点払いますみたいなこと言ったら相手が死ぬっていうやつですね。はい、これは非常に強いカードですね。で無慈悲があって、最近再録されましたね、ダンスオブザデッドがありますね。これは昔から買ってたカードで、本当二十何年前からあったカードですね。で最近のカードも入ってますね。これ最近どうなんだろうね、全然話題に上がんないけど。でネクロポーネスがありますね。はい、ネクロポーテンスが使えるのは ETH だけなんじゃないかな、わかんないけど、普通のレガシーとかでは使えないんで、これを使いたい方はぜひね EDH を、やってほしいですね。でこのね用具もですね、ジャッジ報奨なんですけど、これね、あの当たった当初はめちゃくちゃ高くて、確かブロックフロックさんで当たったやつなのかな。でこれがね、なんかめちゃくちゃすごい高額な用具もその、息子さんケリクさんが当たったと思って喜んでたら、あのファイレクシア語のやつで同じ絵柄が収録されて、なんかめちゃくちゃ値段下がったって悲しい過去はありますね。はい、で再活性が追加であって、動く死体があって、死体発掘があってっていう感じですね。はい、ここら辺のカードも非常に使いたいんだけどね、あんまりないんだよな。黒いデッキ結構好きなんですけど、あんまりないですよね。今後またデッキをね増やしていこうかなと思います。ここら辺は懐かしのカードさんですね。ボブとファイレキシャーの抹消者と思考が濃い。そうしーす。で、ベールのリリアナが結構ありまして、あとこれなんだっけ、これビッグレッドさんで当たった国空の力戦だった気がするな。初版ですね。で、なんか懐かしい、あの40,000のカードがあったりしますね。あとこれなんか数百円ぐらいだろうと思ったら、値段確認したら意外と高かったファイレクシャンクルセイダーですね。はい、で食肉過激虐殺事件があります。これが1枚だけデッキに入ってそうですね。で獅子聖火も非常に強いですね。毒の濁流もだいたい黒のデッキなら入るっていうカードですね。キックスもいますね。はい、あネクロポーテスここにありましたね。4枚揃えとけばよかった。で疫病シグマのこれって強いですよね。エルフとかのデッキでエルフが一網打尽になっちゃうやつで、敵対工作員が4枚ある。でここは外科的適質の生産地ですね。いっぱいありますね。はい、ここまで侵入してる。
で、シェオルがいて、一応シェオル使ってるのがこの1枚だけなのかな。黒のデッキに入っている、スタースクリームのデッキに入ってるやつですね。僕はめちゃくちゃカードを引くので、シェオルドレッドでライフ回復しようって思って、はい。これは非常に強いカードですね。ギックスがいて、抹消者が、ファイレクシャの完全なる統一で出てきたやつですね。はい、かっこいい、非常にかっこいい。で、滅びがあって、御礼の復讐だっけ、これ。はい、これなんか値上がる直前に変えたんで、非常に良かった。嬉しい。で、滅びがあって、生体、転移、これ。これ結構強いと思うんだけどな。で、これ前打たれて、非常に強いなと思った。おぼろかすみの攻めく。はい。2マナ X で X 個、手順を繰り返すと。各対戦相手は、それぞれ土地でないパーマネントを探るか、カード1枚捨てない限り、3点ルーズ。はい。X が多いと、相手は死ぬみたいな感じですね。はい。強い。はい。で、知能差の焦点も結構再録されて、値段下がったうちの1枚ですね。はい。で、スナフアウトがあって、これなんかのイベントで当たった気がするんだけど、なんだったかな、忘れたな。で、遮血ね。遮血もね、統率者戦だと非常に強いんですよね。あでネクロマンシーがあって、スナフアウトがあって、死体のダンスと最後の審判。ちょっと黒い、強いデッキを作ろうかなと思って、一応買っておいたんですけど、まだ使ってないですね。で、獅子切断があって、ハートレス。これも結構強いですね。クリーチャー呪文が2マナ少なくなるんですけど、クリーチャーがマイナス1、マイナス1修正を受けるという、ちょっと結構大きなデメリットを受けるカードですね。はい。で、これクリーチャーサクって、マナコスト分だっけ、なんだっけ、とりあえずサクったなんか分だけ、赤マナと黒マナの組み合わせだったかな、が出てくるんですね。これ結構強い。はい。イモーテク、ホロピーがあって、シェオルドレッドの直令、これ強いですね。はい、僕も使ってます。1球目あって、イニシアチブがあって、これも強いんですよね。集団的パンコーだっけ、うん、これなんか、パーンの相手に、なんだったかな。トライバル2だけど、入れてたんだっけかな。どうだったかな。うん、違ったかもしれない。で、ソリンがあって、ここら辺はでもそんなにしないかなっていうカードですね。あ、で、この多元宇宙の突破ね、僕これ非常に好きで、とりあえず黒いデッキならとりあえず全部入れてますね、これね。これね、非常に面白いカードですね。はい。はいはいはい。うん、そうですね、ここら辺はそんなにしない、あ、闇市の人脈がありましたね。最近出た海賊の敵に入ってた闇市の人脈と、バルターズゲートの逃走者的に入ってたやつと、なんか1個当たったのかな多分。で、一応3つがありますね。はい、ムカつきもありますね。これ一応スタースクリームのデッキに入ってるんだけど。はい。で、ダウスイ・ボイドウォーカーが結構ありますね。あ、で、多元宇宙の突破。これ、逃走者デッキで使ってるやつかな。あ、で、特殊ドレッジ。特殊ドレッジ。はい、この、フルアートバージョンが僕非常に好きなので、これ別のファイルに入れとくべきだったな。ミスったな。で、トーラップがいて、あ、で、ここが、ちょっと、ロード・オブ・ザ・リングですね。はい。多くの弓使いが一応4枚入ってます。4枚、絵柄が違うけど、1つフォイルです。2つ通常版で、1つ、銀幕フォイルなのかな、これ。そう、一応これ、銀幕フォイルなんですよね。うん。一応、フォイルってる。これ結構珍しい。と思いますね、今のところはね。なんか米国だと結構パック自体は流通してるようで、いっぱい回復できそうな感じらしいんですけどね。日本ではまだ若干入ってきてはいるかなと思うんですけど、やっぱり高いっちゃ高いですよね、元が元だけにね。あ、で、ここはデッキに入ってる強そうなカード、デモ中とかインペリアルシールとかありますね。はい、リアニメイトがあって、対象な対応。で、吸血の矜持者もあんまりないんだよな。3枚ぐらいしかないんだ。インペリアルシールは結構あるけど、いや、それでも4枚か。そんな、意外とないな。意外と、黒のデッキそんな作ってないからかな。黒のデッキにとりあえず大体入れてるし、
ってことは 3つぐらいしかないんだな、多分クロノ復帰。今後もなんかあったらちょっと増やそうかなと思ってるんで、はい、そんな感じですね。はい、でここで終わりですね。はい、ということで黒のカードは以上になります。インペリアルシールズ、そう、この僕のこのデモ中がねかっこよくて好きですね。はい、本当はジャッジプロモのやつが欲しかったんだけどな。ということで次行きたいと思います。よし、じゃあ次は赤のカードになります。例のごとくインカーネーションサイクルがありますね。はい、一応これはモダンのデッキに入れてたんですけど、なんか禁止されたらしくて、はい、まだデッキに入ったままですね、劇場で、ね、はい、そんな感じです。はい、一応13枚劇場がありますね。はい、これでも何枚か売ったんですよね。はい、まして、このフォイルがかっこいいですね。はい、モダンホライトズめっちゃ向いてたからこんなになってますね。はい、で、ジーリーランがあって、これもね、僕デッキ作りたいんだけどな。一応ミドルスクールでは作ってたんですけどね、最近ミドルスクールあんまりやってないからな。うん、で、チェインライトニングがあって、一応ね、これも入ってるけど、そんなに値段はしないかもしれないですね。はい、で、追い打ちがありますね。追い打ちもね、僕非常に好きなカードで、好きなカードなんだけど、どちらかというと別の追加コンバットの方が活躍するときが多いので、まあ、一応入れてるっちゃ入れてますね。はい、で、スニークアタック、これもいつか使いたいな、デッキ。はい、スニーク商用に一応ありますね。で、大陥落の限定、赤単のデッキまでパイオニアとかモダンとかで一応作ってはいたんですけど、もう解体したのかな、多分ここにあるってことは。で、ジェスカの石、安い時に結構買っておきましたね、これね。結構最近高くなってるから、多分1000円以下ぐらいの時に買ったんで、ちょっと今買っておいてよかったなと思いましたね。大体赤のデッキだったら入ってるし、これ。大体入ってますね。4枚ぐらい一応余ってるけど、7枚ぐらい使ってますね。で、凶暴なだけね。こういう追加コンバットがあるからね、騙し打ちがね、ちょっとね、活躍する場面が少ないんですけどね、大体無限コンバットに入ったりとか、するしね、あれね、うん、という感じです。はい、で、チャンドラさんがいっぱいいたり、ドラゴンがいたり、そう、オードの竜がいますねこれミドルスクールで作ろう、ドラゴンいっぱい入れたデッキ作ろうかなと思って使ったんで買ってるやつですね。まあ、ただ一応もうあんま使ってないからちょっと崩してここに入れてますね。はい、で、ラガバンがいっぱいいますね。はい、はい、一応8枚、9枚かいますね。で、チスゴリアね、チスゴリアもデッキ作りたいっすね、これね。まあ、ただもうデッキがね作りすぎてね非常に困っていますね。オヘルアショニーも作ったんですよ、そういえばマジで。そんな中赤タンをまた作るのかっていう話ですけど、デッキ入れ替えたりとかしたらいいかもしれないですねってちょっと思ってます。で、先輩さんがいて、リオニアさん、これリオニアさんね。はい、これ僕結構好きなんですけど、まだ使えてないですね。で、ティボルントとの軽力、これめっちゃ強いですよね。あの EDH の赤の打ち消しっていう感じで使えるんで、相手のやばいカードをとりあえず一旦止めますねっていう感じで使えるし、普通に打ち消しとして使えるのがね偉いですよね、これね。本当は競技シーンじゃないや、競技、パイオニアとかモダンとかだと悪いことしてダメになったんですけど、 EDH ではちゃんとしたね使い方ができるんでね、これはいいですね。で、呪われた鏡もこれ非常に面白いカードですね。クリーチャーのコピーになれるマナファクト、これね、なかなかいぶしぎんな強さしてますね。で、クレーン波があって、これは渋谷のイベントでもらったやつですね。もうちょっともらえばよかったな、もうちょっと、あ、違う、渋谷のイベントじゃないか、なんかのボックスのパックだと、エルドレインのやつか。で、もらったやつかな、だったかもしんない。はい。で、肉先の大包丁も強いですよね。で、キキジキがいて、大群の怒りのこの追加コンバットのやつも強いんですけど、こっちはあんまり使ってないかな。一応ピッチスペルで打てるけど、うん、これあんまり使ってないんだよな。で、魂の最短はなかなかいいカードで、ホイールポーチみたいなことができると。で、しかもそこそこ安くて、
ホイール・オブ・フォーチュンみたいに高くないので、赤いデッキならちょこちょこ入れてるかなっていう感じですね。で、兄弟仲の終焉があって、死の国からの脱出も強いですね。ゴブリンガイド、はい、ゴブリンガイド。もうここら辺はそんなんでもないかな。ちょっと控えめになってきた感じですね。世界ぐらいのドラゴンも懐かしい。見ましょう。ドラゴンストーム。パイロキネシスね。これ昔、クリーチャーに飛ぶんじゃなくて、プレイヤーにも飛ぶと思っていて、はい、ミスった。それクリーチャーにしか飛びませんよって言われたやつですね。はい。はい、あとこれ、サンダードラゴンね。これ珍しい。これ一応パイオニアで使える、パイオニアじゃないや。ミドルスクールで使える用のサンダードラゴンですね。はい。一応新しいイラストのサンダードラゴンはいるんですけど、このサンダードラゴンは非常に珍しい。で、カネハ、非常にかっこいいですね。はい。ここら辺は、先輩さんのフルアートホイール。これはデッキに入れてるやつですね。はい。あと、これも結構強いんですよね。これ値段しないと思うんですけど。ボードを持つか、ボードを持つのと、あと、プライチカウンターが置かれてるクリーチャーがダメージを与えるときに倍になるっていう、なかなか強いカードですね。はい。で、特目があると。ここは、ソンコマ同士がいい。あと、ディレイドブラストファイアーボールもなかなか強いカードですよね、これね。うん。あと、ドクターフーでこの呪われた鏡が再録されてくれて、ちょっと増えたので良かったですね。で、カッパードラゴンがいて、ソルフィム。これ、この前のグッドゲームで当たったやつですね。で、ジェスカ。で、これ、青の呪文打ち消すやつだっけ？これ結構強いよね。ドロワーカードして。あ、次の、ターンのアップキープ。スロートリップだっけ？これ結構強いと思うんですけどね。バーンアウト。で注目の捕獲もこれ僕好きなカードですね。クリーチャーパクったり宝物出したりとか、相手対戦相手3人に影響を及ぼせるカードなんで、ね、非常に強いカードですね。でホイールオブフォーチュンがあって、ハトバの強化者がいっぱいあります。7枚か。それでも一応でも全部使ってる感じですね。全部使ってますねこれね。ハトバの強化者はねとりあえず入れとくでしょうっていう感じですね。で、変更はたきが何枚か、5枚か。ここら辺ね、最近安くなったからね、もうちょっと集めておきたいんですけどね。まあ、それでもそこそこするし、一応枚数あるから、どうなんだろうなと思いつつ、ちょっと我慢してるところですね。我慢してます。はい。で、黄金館ドラゴンも大体赤いデッキならちょこちょこ入ってますね。はい。あと、この、ロード・オブ・ザ・リングの宝物を出すドラゴンもなかなかいいですよね。と思うけど、なんかファクトで暴れてる人がいたら、こっちも暴れられるっていうね、はい、漁夫の利を得られる可能性がある非常にかっこいいドラゴン。でエンバレスの封印もあって、これも強いカードですよね。あ、でグーバーが4枚。あ、そう、グッドゲームさんのやつで4枚になったかな。今まで3枚だったけど、割とこれもね、宝物出してくれるし、ETH でも使ってたら割と強いんですよね。うん。高レベル帯とかでは分かんないですけど、はい。僕が遊んでるレベルぐらいだったら全然非常に強い。宝物出しつつね、ルーターしつつね、さらに追加の裏面になって活躍したりね、なかなかいいカードですね。で、カーラックも僕好きなカードですね。追加コンバット得られるクリーチャーで、素の攻撃パワーとタフネスも54で高いし、で、この追加コンバットの時に先制攻撃も得られるから、割と接種とかも効かなくなったりするし、意外といぶし銀な効果を持っているクリーチャーですね。うん、なんか2、300円で前買いた気がしたんですけど、なんかバルターズゲート3が出てから、ちょっとなんか人気が出て高くなったっていう話を聞きましたね。で、このエターリ。このエターリめっちゃ強いですよね。このね、エターリはね、最近出たジュラシックパークの恐竜サクって、あ、違う、パワー4以上のクリーチャーをサクって恐竜をデッキから出せるっていうね、やつあるんですけど、それから出すとね、非常に脳汁ものですね。うん、急にエターリがデッキから出てきて、デッキトップ追放して、バックガードをかますエターリさん。
で、ドラコサウルスもこれインドラプトルのデッキに入ってるんですけど、ここそうですね、ここら辺はそうですね、多分ドラコサウルスね、やっぱりあの置いてたらめちゃくちゃアドバンテージを持たせてめっちゃ強いんで、だいたいねみんなあいつやべえってなって殺されて活躍しないまま終わってしまうことも多々ありまして、ただ出しとくとあの除去しないとどうしようもならなくなったりするんで、こいつはね非常にね難しいカードですね。強いんだけど強いがゆえにやられるっていうね、非常に悲しい運命を背負っているのかどうなのかっていう感じの、はい、ドラコサウルスですね。で、冒涜のコードがあって、ブドウダのコレクターブースターのこのフォイルバージョンがあります。このねオリパで当たったんでね、ちょっと見栄えが良くなるようにこれを使ってますね。はい、はい、で、インペリアルリクルーター、はい、これも強い。世界大戦、あとこれ追加コンバットのやつとしてよく使ってましてね、捕まってますね。追加コンバットを得て反復を持って次のターンも追加コンバットできるっていう非常に強いカードで、今を生きるも1人だけだけど追加コンバットできる非常に強いカードですね。で、3マナでフラッシュバックできるという、なんという優れものという感じですね。赤は、はい、じゃあ次は緑になります。緑はですね、インカーネーションが最初じゃなくてアルゴスの女魔術師が最初ですね。はい、いっぱいありますエンチャントレスが僕好きだったんで、レガシーのエンチャントレスとあと EDH のデッキもいくつか作ってるんで、なんでこんな風にいっぱいになってますね。はい、で、これはそんなに値段しないかなと思って1枚だけ外したんですけど、多分これも4枚入ってますね、どっかにね。で、ミリーのワルジエがあって、トーサがあって、トーサね最近使ってないんですけど、いつか使いたいな。で、バーサークがありますね、パワーが倍になるやつ、強い。で、大地の知識も結構あって、これもミドルスクールで使おうかなと思って、買っていたカードですね。はい、はい、ちょっと他の緑のデッキも入れちゃおうかな。エルフのデッキとかに入れてなかったんで入れちゃおうかなとちょっと思いました。で、調和の中心のちょっと古いやつ、旧枠がやっぱかっこいいですね。黒枠にしたいけどちょっと白枠で限界ですね。はい、で、森の知恵が何枚かあって、適者生存、ナチュラルオーダー、ナチュラルオーダーね、これめっちゃ強いカードですね。ガルタが出たおかげで、ガルタ出してガルタから手札のクリーチャーを全部出すっていうことが可能になってしまったので、それがね非常に僕好きですねじゃあこれをシギレイのシャーマンを生贄にガルタ出して、ガルタから手札からゾパンドレル出しますみたいなそんなムーブができるんでね、これ最近好きですね。はいインドラフトラのデッキで使ってますね。はい、で、より良い品物もこれめちゃくちゃ強いカードで、パワー分ドローデッキ3枚ディスカードでめちゃくちゃ強いカードですねこれね。はい、はい、これは非常にいいカードで、食物連鎖もあんまり使ってないんですけど、これも無限のコンボとかに使える偉いカードですね。はい、あんま使ってないですけどね、これ使ったコンボとかもいつかやってみたいですけど。で、ベンジマイン、ベンジマインがね、僕このイラストがめちゃくちゃ好きで、いつか使ってみたいなと思うんですけど、なかなかね活躍できればないですよねこうやってね。で、タルムがあって、グレートヘンジ、グレートヘンジもめちゃくちゃ強いですよねこれ。とりあえず緑のデッキならとりあえず入れるでしょうっていうカードなんでね、はい、これはね何枚やってもいいですね。はい、で、調和の中心、貴族の教習、はい、マナバード、マナバード、マナバードもまだ何枚かあるのかな、わからんけど結構ありますね。で、僕一番好きなのがこのバージョンですね。僕7班から入ったので、インベージョンとかね、その辺りで入ったんで、このマナバードが一番思い入れがあるんですよ。多分他の人にとってはこういったイラストの、まあ、これは新しいカードなんですけど、ドミナリアリマスターのやつね、これが一番思い出がある人が多いかな。どうなんだろうね。でも始めた時期によって変わりますよね。このマナバードが一番僕の青春ですみたいな人がいるかもしれないんで、それによってね、ちょっと僕はこれなんですけど、そんなあの違いが見られるのもマジックのいいところですね。で、花の絨毯ね、花の絨毯ね、あんまりみんな霜使ってる人があんまりいないのかな、どうなんだろうっていうなんか印象があるので、あんまり使ってなかったんですけど、今度から入れようかな。これも強いよね、とりあえず強い、とりあえず入れてたら強いか、うん、で、出産のカラーも僕結構好きなカラーですね。
クリーチャー削ってそのクリーチャーよりマナコストが1多いクリーチャーカードを場に出せるっていう、これもねサーチしてくるから非常に強いし、アドバンテージやられるようなクリーチャーカードをどんどん持ってくるとね、それだけで強いし、でこのシークレットレイヤー版サーティースアニバーサリーだっけ、なんだっけ忘れたけど、なんかそれのやつのバージョン、これちょっと欲しかったんで4枚買っときましたね、はい。そんなに敵に入れるカードがなくてどうしても外れちゃったりとかしてるんですよね。そうそうそう、うん、という感じですね。倍増の季節もちょこちょこあって、でここら辺からちょっとそんなに控えめな感じになってるのかな、そうでもないか、倍増の季節がありましたね。でエウレカありましたね。エウレカねいつか使ってみたいんですけど、まだデッキ考案中ですね、ということをねずっと言い続けて、前々回のコンベンションからずっと言い続けてますね。マジで来年の頭には作ろうかなと思います。はい。でエラダムリーの森、これも非常に強いカードですね。各プレイヤーのメインフェーズ開始に緑2マナが出る、めっちゃ強いカード。相手もだけどねただ EDH だったらみんなでマナ加速して幸せになろうっていう話ができるので、これは非常に面白いカードですね。はい。で最短のパターンもクリーチャー版に出せる、デッキから版に出せる非常に強いカード。いやこれあれだな、最短のパターンエリビアのデッキに入れたらいいかな、エンチャントオーラのデッキなんで意外と強いかもしれないな。はい。でここはちょこちょこしたものがありまして、ニシタもいますね。ニシタね、はい、ニシタかっこいい。で夏の帳、夏の帳意外とね買ったんだけどまだそんなに使ってないですね。そもそもなんか青のデッキを使ってる人があんまりいないような気がするんで、とりあえず入れててもいいのかな、どうなんだろう。あーでこれエルフのデッキ作った時にとりあえず買ったんですけど、 EDH だからどうなんだろうなと思って、レガシーならとりあえずこれ4枚とか入れてでなんかカチャカチャするんだろうけど、どうなんでしょうね。で祝祭の手迎え、こちら僕はこの英語バージョンが好きですね。はい。なんか中国語バージョンが一番イラスト的にはかっこいいですけどね。オーランのゴリキバ、これ意外と強いんですよね。あの逃走者マスターズでだいぶ安くなってよかったですね。で、オオカミがいて森の戦術、最近この森の戦術とかの、強さが分かってきましたね。はい。で、不自然な成長で有毒の蘇生強い。はい、雲の襲来が再録されました。楽園の拡散があったり、このポリンクレックス僕好きなんですよね。場に出た時に森カードを手札にライブラリーから2枚持ってこれて、で8マナで追放してライブラリートップを大将が10枚切削して、そこからクリーチャーカードを最大2枚倍に出せると、これが非常に強い。このポリンクレックスね非常に強いと思いますね。緑のデッキならとりあえず入れたいなと思っているカードの1枚ですね。でセルバラさんがいて、グエナさんもとりあえずなんか入ってますね。で貴族の厳選の教師ですね、厳選の教師。はい。このインドラプトル、そうこいつ結構枚数自分の手元にあって、でこれいつか使いたいなと思っていた矢先にインドラプトルがジャンドカラーだったので、やっと1枚使えたっていう下船の教師ね。はい。この旧枠フォイルバージョンがちょっと高価かなと思ってとりあえず3枚入れてますけど、あのストレージの方にいっぱいね入ってますね、下船の教師で。未開の進化だっけ、これもいつか使いたいなと思っていろいろ買ってたんですけど、まだあんまり使えてないですね、というものがやっぱ結構ありますね。うん、やっぱそんなねいっぱい使えないですよね。あとこのガチョウさんもマナクリとして結構使えるんでね、割と使ってますね。でハーフリングもあります。ハーフリング、あのロードオブザリングのパック結構買っちゃったんで結構ありますね。普通にこれ全部当たったやつですね。はい。ここにもいますね。でそれつながりでエントの最後の進軍がありまして、これ前エターリで、あの新しい本のエターリでめくれてもうパワー13だったかな、13枚分引いて手札からバーンって出して非常に気持ちよかった記憶があるかと。相手のね、相手のこれがめくれてね、非常に気持ちよかったカードですね。あれ、歯と爪も強いですよね、これね。まだ使ったことはないんですけど、
いつか入れて使いたいな。あとセルバラさんもとりあえず緑のデッキならとりあえず全部入れてますね。これでも統率者にしたら非常に強いんですよね、これね。なんで統率者にはしてないんですけど、あ、そうそう、緑のデッキはアルベンをあの統率者にしてますね。なんかここら辺に統率者のやつがいた気がするな。で、破滅の終焉もこれは何枚かありまして、統率者のデッキならとりあえず入れておいた方がいいかなっていうカードですね。で、ビヒモス、ビヒモスもフィニッシャーとして非常に強いのでね、何枚かありますね。で、活性の力、これはモダンで使ってた名残ですね。今モダンであんまり使ってないから、こうやって統率者の方に入れちゃおうかな。で、緑の太陽の頂点もいっぱいありますね。で、あ、そうそう、ここにインカーネーションの忍耐がありましたね。忍耐7枚ありますね。で、これカウンターが倍になるやつ、最近あの恐竜のデッキで収録されましたけど、これは非常に強いカードですね。もともとジャンプスタートにしか収録されてなかったんですけど、パントラザで収録されたおかげでちょっと手に入りやすくなったのがいいですね。年老いた骨かじりも強いし、パンドレルズはね、これ非常に最近結構使われてる気がしますけどね、これね。緑のデッキのその底上げをしてくれる非常に強いカードなんでね。アイデア、花の手入れするものもね、これ強いですよね。2マナでマナがいっぱい。あ、で、ボリンクレックスが追加で出ますね。あ、で、このガルタですね、このガルタ。場に出た時に手札から全部クリーチャーを場に出せると非常に強い。で、緑単の逃走者に使ってるのがこのアルベンで、タフネス分。他のクリーチャーがプライチカウンター乗って出てくるってやつなんですけど、このなんかオーラとかいろんなもので強化したり、エルフでロードで、ちょっと強化しながら他のクリーチャー出たら強いものが出てくるよっていう感じで使えるんで、これ結構ね、僕好きですね。ただドローができないので、アドバンテージをどう、あのエルフいっぱい出てくるから手札はすぐなくなるんで、ドローをねちょっと強化しないと大変なんですよねと思ってる今日この頃ですね。はい。で、レゴラスね、これだから一時期9000円とかしてましたけどね、まあ、これ強いっちゃ強いけど、そこまで値段するようなもんじゃないと思うんですけどね。はい、ということで、ここね、あとドライアドアーバーじゃなくてドライアドの歌があって、あと英雄的介入がいっぱいありますね、これ。緑のデッキならとりあえず入れている英雄的介入、意外と値段もする英雄的介入ですね。はい、ということで緑は以上になります。よし、じゃあ次はマルチのカードになります。マルチ、最初はクロクサが4枚ありますね。クロクサって連録が何枚かあります。連録はモダンホライゾンのやつがあるんですけれども、で、この他にダブマスで当たったやつがね何枚かあったんですけど、それは全部売っちゃいましたね。これだけあれば EDH でも普通の構築でもね十分使えるような枚数はあると思うんでね、とりあえずこんな感じにしましたね。で、ミンスクとプーがあって、あんまり多色のカードは高いものはないかな。サンテフェがあって、あとスリーバークイーンが一番高い気がしますね。で、罪と罰、これは多分プレイヤーズコンベンションのファミコンくんさんのくじだったやつだ気がするな。もう一個がなんかアライアンスがついてた感じのやつですね。で、スリバーね、スリバーがいっぱいあります。うん、そうですね、そんなに高そうなものはないかな。思考の氷結あって、キオーラ、普通にあの使えそうなカードとか、あと逃走者にしたら面白そうかなって思うカードをちょこちょこ入れてる感じですね。多分ブルテトとかもそんなに値段しないですよね。うん、まあ、そんなものが入ってますね。ゴテフェがありますね。もう何で当たったのかよく分かんなくなってますね。はい。プリズマリンの命令とかもありますね。あと邪神カローナがいますね。邪神カローナ。マジでこれ謎なクリーチャーなんですけど、あの、速攻で6マナ55で、各プレイヤーのアップキープ開始時に、そのプレイヤーはこいつをアンタップして、こいつのコントロールをやると。で、こいつがアタックするたびに、一つのクリーチャータイプ、選んだクリーチャータイプをプラス3修正するっていうね、もう とてつもないクリーチャーですね、こいつね。意外とこいつ逃走者にしたら面白いかもしれないですね。で、リムドゥールの質だっけ、あー、多分そう。5枚トップ見て好きなカードを
なかったら1点ライフ払ってその手順を繰り返すみたいな。で好きなものを1枚選んで、選んだらそれまでみたいな感じだったかな。なんか悪いことをするカードですね、とりあえずね。違ったかもしんない、違ったかもしんない。うん。で名誉回復、昔の初版のやつですね。これはとりあえず一つは何枚か欲しかったんで、とりあえず確保しておいた感じですね。あ、でフェメルフのエンチャントです。なんだっけ、エンチャント墓地に行ったらドローだっけ。普通のエンチャントレスじゃないですよね。で、ラダムリの呼び声があって、ディメンションスフィア。ディメンションスフィア。これも強かったですね。で、シギレイのシャーマン。これもね、さすがにレガシーで禁止されてるだけあって、非常に強いカードですね。ずっとこれ使いたかったんですけど、この黒と緑で作るデッキってなかなかなかったんで、ずっと使えてなかったんですよね。で、これもインドラプトルで、ジャンドカラーが組めたんで、これを入れたらね、非常に強かったですね。相手のデッキ追放するし、ライフルーズさせるし、マナも出せるしっていう、なんかもう非常に強かったですね、こいつね。いやー、やっぱりシギレのシャーマンはダメですね。そう、相手のポチも追放できるから、もう全然この、 餌に困らないんですよね、マジで。うん、マジで良かった。これ黒身のもっと作ってみたいけどな。あ、で、シソドラゴン。これ一応、逃走者に使ってるやつですね。初版のシソドラゴンのやつですね。はい。結構カジュアル目で組んでると思うので、はい。なかなかいい感じに、僕の好きな感じに作られてますね。ウルドラゴン。バルターズゲートのドラゴンを、とりあえず全部ぶち込んだデッキですね。確か、アイシングですとか、ドラポリッチエボンですとか、そういったカードも入ってますね。はい、抜きたいですね。はい。で、圧縮があって、思考の氷結がまだありましたね。これ多分昔、もう二十何年前とかのに買ったやつだと思いますね、多分ね。そんな前じゃないか。あ、あとジョーダーがいますね。はい。あ、大阻止もいますね、大阻止ね、はい。これリストなのかな、通常枠じゃないの。あ、で、これね、タイムスレイブ。時の古いね。これ前オリビアの月人みたいなパワー分ダメージ与えた分だけ血トークンが出てくるやつで、これで無限コンボ決められて死にましたね。これなかなか強いカードですね。宝物じゃない、や、宝物じゃなくて、ファクトを5つ作ると追加ターン、なかなか強い。はい。で、最近ちょっと好きなゼナコスさんですね。これもパントラザンデッキで収録されてたんで良かったですね。一つ買っておいたんですけど、これ強かった。めっちゃ強かった。今んところインドラプトルに入ってるだけだけど、そのうち赤身堂の入ってるデッキなら全部入れたいなと思ってますね。はい。あ、で、この、なんだっけ、クローシス。クローシスね、クローシスじゃない、クローティスか。クローティス僕これ好きなんですよ。トライバルズユーで僕これ使っていて、土地を追放したらマナが出るんだけど、墓地からね。で、それ以外だったら相手2点失って、2点ダメージ与えて、こっち2点ゲインするっていう、カードなんですけど、これでトライバル2なのに、その、なんか2ターン目に、月を置かれて、トライバル2だから何もできない、と思いきや、こいつが2ターン目ぐらいに出せて、で、こいつでずっとドレインして、っていう感じで勝ったことがあるんで、これね、僕好きなカードですね。プロですね。こいつジェネラルにしたらどうなんだろうな。一応、リーチオポイントメントに2点ダメージだから、いや、どうだろうな。微妙な気がするな。微妙な気がするな。微妙か。あ、これシガですね。このシガ可愛いですよね。最近僕の指令がこのシガのデッキ作って、意外と楽しそうに戦ってくれてるって、非常にそれ見てていいなって思いましたね。僕も作りたいなと思ったんですけど、結構パルヘリオンがやっぱ強いですね。パルヘリオンが出てきて、パルヘリオンが殴りつつ、天使44の天使が殴りつつ打ったから13点ぐらいライフ削られるんですよね。マジで
シガさんは強いですね。はい。で、ここら辺はストレックスヘイブのドラゴンがなんかいっぱいありますね。あ、で、このアラゴルンが銀幕ホイルって言ってますね。はい。これ、マルチェの5色のドラゴン。これも結構強いですね。速攻、威迫速攻。あ、飛行、威迫速攻ね。で、こいつがプレイにダメージを与えると、違うか？アタックするたびに2ドローなのか。めっちゃ強い。めっちゃ強い。ちょっとヒュージリーダーズのこの5色のデッキ、モルフォンみたいのを作って、モルフォン出して、こいつ出してみたいな感じでやると非常に楽しそうだなと思って、ちょっと思ってましたね、これね。あと、ローアンがいますね。はーい。と、なんでこれ。エドリック。なんか、ハレリアのイベントというか、EDH のイベントで、これをめちゃくちゃ好きな人がいるっていう、なんか、言ってましたけどね。エドリックさんね。こいつもなかなかいいカードですね。で、ジョリーンさんも、ジョリーンさんも結構好きなカードですね。宝物いっぱい出てくる。はい。で、ミラーリンの目覚めがあって、ボロスチャームも僕好きなカードですね。ダブスト持たせたり、4点ダメージ与えたり、破壊不能を持たせたり、いろんなことができる。で、ドクター風のカードもありますね。ドクター風のね、このスクラの軍団面白そうなんですよね。アタックするたびにどれか3つが選ばれ、4つか。ライチカウンター置いたり、カード引いたり、ダーレックが出てきたりって面白いカードなんで、ちょっと逃走者にしたらどうかなと思ってサージフォイル1つ買っておきましたね。まだ特に作る予定はない気がするけど、とりあえず作りたいなとは思ったので買っておきましたね。で、クリストさんがいますね。一応これ逃走者に使えるんですよね。面白いクリーチャーじゃないや、プレインズウォーカーですね。はいはい。で、氷牙場のコアトル、オブニクシリス、ミンブ、ホーキン。これは多分ここに入れなくてもいいかなと思ったんだけど、逃走者として面白いなと思って、でむしろ逃走者でいるんですけど、はい、なぜかここに入ってますね。フーロがいて、ファイアコンコンビナート。はい、これ、ライフ払った分だけクリーチャーにエクステンダメージ与えれる。エクステン割り振れるのかなっていう、なかなか強いカードですね。で、エオールの家のコラも2枚ありますね。1枚ずつ当たったやつなのかな、多分。うん。これなんか最近めちゃくちゃ値上がっててビビってますね。で、ケイリクスはとりあえずエンチャントのデッキに入れておいたらめちゃくちゃ強いと。はい。で、表現の反復がありますね。なんですかね。そう、僕のレガシーのデッキにまだ表現の反復入ってるんですよね。つまりそこからいじってないっていうわけですね。はい。そんなことを思い出しました。で、カラマックスね。突出しないんだけどね、これも。カスリでも面白そうなんですけどね。タイムも面白そうなんだよな。はい。で、兄貴では一応作っていて、エオリもね。ここは作ってますね。あ、で、この、ここら辺で、エウレカを使って遊んだら楽しそうだなと思っていた感じですね。はい。あとこれ。最後の夜を一緒にめっちゃ強くて、これオーケンのデッキに入れて、このオーケンのデッキで追加コンバットと、このプライチカウンターが乗るってなると、パワーがもうとんでもないことになるわけで、で、オーケンのデッキ割と、そのカードパワー自体は抑え目にしてるんですけど、そのオーケン自体の能力が、こいつね、オーケン自体の能力が、パワーが、カウンターが倍になるんで、もうすんごいことになるんですよね。追加コンバットで倍々が2回誘発するし、こいつで2プラ1カウンターが2個乗るんで、それだけ考えても倍々だから2個乗るでしょ。2個乗って倍になるでしょ。倍になって倍になるでしょ。それだけとりあえずプラ8になるんですよね。うん、で、そのターンまでにまだプラ1カウンターが乗ってないってことはないから、だいたいこれでライフ40点以上削れるようなレベルになっちゃうっていうね。そういうレベルのカードですね。はい。これ、前、決めて非常に気持ちよかったですね。はい。はいはいはい。あ、これ結構当たりましたね。そういえば、エルドレインの森ね。はい。で、ドクター風のカードもそこそこあるけども、使ったら面白そうなんだけどなーっていう感じのカードが結構ありますね。はい。で、残りはこんな感じ。まあ、そんなにすごいものはないか。あ、しずきカイトのフォイルですね、これ。これ確かブラックフロックさんじゃなくて、ジョニーの店さんのやつで当たったのかな、これ。多分。はい。かっこいい。
ということで、マルチのカードはこんな感じですね。じゃあ次は無色のファイルになります。ここは結構熱い内容になってますね。まずモックスダイヤモンドが8枚ですね。結構使ってますね、これは。一応単色のデッキで一応1枚ずつ使ってんのかな。あとシソドラゴンとかでも使ってるし、そのレベルがちょっと高めそうな、ただ CEDH まではいかないかなっていうレベルのデッキでちょっと使ってますね。はい。でライオンの瞳のダイヤモンドも一応オリパとかで何枚か当たってて、1枚だけ使ってたのかな、1枚だけ使ってたけど、そんなに使ってる頻度は高くないですね。で5枚やったんで、先日アンリコの、はい、資金に消えましたね。はい。で2ページ目もかなり熱いですね。このファクトのね、このページ好きですね。このモックスダイヤモンドやばいですね。でモノリスがさらに8枚やって、でさらにクリプトを最近買ったんですけど、追加で2枚増えましたね。クリプトもね、やっぱりそのデッキが複数枚あると移動が大変なので、何枚かあればいいかなって思って何枚か買っておいたんですけど、で最近思ったのが、デッキを全部持っていくのは無理だと思いまして、まあ持ってっても5、6個かなと思って、クリプトも5、6個あればいいかなってちょっと思ってたんですよね。はい。で、まあ、ちょうどいいぐらいにはなってたんですけど、ただこのねクリプトのね、旧枠を4枚揃えたいなと思いましてね、はい、ちょっとこれはとりあえず4枚揃えちゃいましたね。でドレッドノート、これもいつか使ってみたいなと思っているカードの1枚です。で金属細工紙があって、巻物だな、これも非常に強いファクトですよね。巻物だな、マスティカーは非常に懐かしいカード。でファイレクシアンアルターがあって、これも昔めちゃくちゃ安い時に買ってたカードですね。多分50円ぐらいで買ったんじゃないかなっていうレベルの時に買ったカードですね。はい。でウルザの保育器、これはでもあんま使ってないな、そういえば。一応買ったけど。で国空の杯、一応これマーフォークのデッキに入っていて、3つこの吸爆で揃えてたんで1枚欲しいなと思って、で時の螺旋のボックスから一応当たったのかな、1枚だけっていう感じで4枚あります。で魔力の質はそんなに使ってるわけではないんですけど、2枚は普通に使ってますね。でストリリングがこのちょっと古い目の、まあ、白枠ですけどね、一応ありますね。でジュエルドアミレットもこれむちゃくちゃ強いカードで、しかも確か1000円いかないぐらいなのかな、もしかしたら高くなってるかもしれないですけど、意外とこれもマナファクトとして非常にいいカードですね。 1マナタップでチャージカウンターを置いて、そのチャージカウンターを外すと好きなマナが出るっていう感じなんですけど、1ターン目にこれを出して土地を出して、土地からひねってマナ出して、ここにチャージして2ターン目に3マナ出せることができるっていうことで、まあ結構マナクリーみたいな感じで使えるけど、まあチャージしなきゃいけないのがちょっとめんどくさいことなんですけど、一応ね2ターン目に3マナ出せるっていうこのね機能がね非常に熱いカードですね。3あの0マナファクトとしてね、ただ単に出すこともできるし強いカードですね。でボガーダの金賞ですね。これもみんなでバックアドしようっていうデッキで使おうかなと思って買ったけど、まだ使ってないカードですね。でこれおにぎりですね、おにぎり。悪いこと。デッキトップ追放して、そのマナコスト分パワーが上がるんだったかな。あ、プライチカウンターがなんのか。うん。で、それを飛ばしたり、悪いことするやつですね、これはね。あ、で、ペタルがいっぱいありますね。あ、で、なんかここ、エモいかなと思って、このメダルを3つ置いときました。で、この9枠のメダルは、この3個しかまだ持ってないので、黒と、緑違うか。黒と青もあると、ちょっと、ファイルとして入るかもしれないですね。はい。で、記憶の壺いいですね、これね。はい、強い。で、このゲームガンの森のうちですね。よく無限マナとかで、よくなるやつですね。悪いやつですね。はい。で、ちょっとこれ新しいやつだけど、クロンモックスがなぜかここにありますね。はい。で、ラベジャー。ラベジャーこれ僕好きなんですよね。で、これを活躍させたくて、シャライとハランのデッキ作って、一応なんかそれっぽい感じでは使えたんですけど、そんなに強くはなかったですね。強くはなかったけど、その神話のカチャカチャ感をね、出せるんで、意外と気に入ってるデッキなんですよね、シャライとハランね。はい。
で、新しいバージョンの、で、後輩者、ラペジャーさんが言いますね。で、これも昔、EDS とか全然やってない、結構昔の時に集めた、仕組まれた爆薬ですね。意外と今、高くなってんのかな。で、バイエル、これ結構高い時に買った気がするな。はい。マーホークの敵にいっぱい入ってます。はい。で、ここら辺はバリスタがありますね。バリスタね、ETH でよくヘリオットバリスタって言って、そう、悪い無限コンボに入るやつがあるんですけど、ただ僕ね、それ、あんまり面白くないなと思っていて、で、なぜ、別に相手使うなら全然いいんですけど、バリスタ来るから、これを構えなきゃみたいな、みんな、そんな感じで構え出すんで、それはそれで面白いと思うんですけど、なんか自分が使う分にはその何かしら統率者の力を使って勝ちたいなと思うんですよ。せっかくこの統率者使うんだから、その統率者を使って倒すことがやっぱりなんか美徳というか、このデッキにしかできないことなので、なんでそれをある中でバリスタを使って別の手段で倒しちゃうとちょっとなんか違うかなって思うので、僕はできるだけその統率者を使って相手を倒したいなっていうのが、そんな気持ちがありますね。まあ全然相手が使うならいいんですけどおー、縛りすぎたなーみたいな感じで、ソープロ用意して一番立てしておいて、よしよしみたいな感じでそういうのもね全然いいと思うんだよね。はい、はい、まあそんなただ僕が思ってるだけで、他の人は気にする必要はないと思いますね。はい、なんか誘発やめやさせるやつですよね、これだ。うん、悪いやつね。はい、これ結構ダメだよね、やっぱりエリシュノーン結構出されて嫌だったからな。ウギンね、ウギンいます。でミニンカ霊柩車も結構強いけど、これも使ってないんだよな。 EDH で使いたいけどな。シガとかのデッキでいいのかな。で、ここら辺はカーンさんがいっぱいいますね。で、この両替機も僕使いたいなと思ってるんですけど、まだ使ってないですよね。こう見ると、改めて見返してみると、使えてないカードがいっぱいあるなって思いますね。はい、ただ、使いたいとは思っております。はい。はい、無駄遣いしてるわけじゃないですね。はい。はい、あ、これ辺は40,000ですね。で、めっちゃ強い忘却の偶像ね。これ。安いからめっちゃ買っちゃいましたね。はい、トークン出るたびにドローだから、宝物出てもドローできるし、これはめちゃくちゃ強いカードですね。安くてめちゃくちゃおすすめなカード、結構みんな買ってそうですけどね。はい、でモックサンバーが8個ぐらいあって、マリコの質感、これ最近買ったやつですね。エンダルさんで買いましたね。はい、カードを売ってそのポイントで買いました。このフラットのね、魔力の質が欲しかったんですよ。そう、最近デッキフルアートにするっていう、全部じゃないけどなんかできるだけやれたら嬉しいなみたいな感じで思ってたんで、ちょっとフルアートが欲しかったんですけどね。はい、はい、ということでなんか2枚買っちゃいましたね。はい、で多色のモロフォンがあるけど、ここら辺はもうよくわかんないですね。適当になってますね。はい、はい、あ、これも結構高かったですよね。サイドボードで使うように買ったんですけど、もう本当にね最近全然ね1対1の対戦してないからね、全然使ってないですね。はい、あ、これね、プラチナムエンジェル、これで、ね、そのシャライとハラーのデッキが結構電結のクリーチャーのホイール、ちょっと出づらい頃のホイールなんで、でしかもその電結のクリーチャーのホイールって意外とそんなに強くないから安かったんですよね。で、ホイール買ってたら、この白金の天使のホイールが、まあ、そこそこな値段で売っていて、で、ミラディンのちょっと背景と重ね合わせながら、こいつを入れたらかっこいいなと思ってホイール買っちゃったんですけど、まあ、結局外れてね、ファイルの中で眠ってるやつですね。はい。まあ、ここら辺はそんなに値段はしなそうな、使えそうなカードとか入れてますね。あ、でも、コマが入ってましたね。はい、ここら辺は剣とかマダンフライゾンのやつですね。テペリの細工箱。剣がありますね、剣が。はい、で、オゾリス。オゾリスも最近意外と値段してるような気がしますね。
で、スランの発電機がなぜかここにありますと。あ、で、これもね、そう、これ、このね、ホイールがかっこいいんですよね。これ、スタースクリームのデッキに入れてるやつかな。いや、こいつは違うかもしれないな。で、一つの指輪が、今僕持ってるのは、一つの指輪だけど、6つありますね。最近ちょっと海外在住さんがいろいろ動画出してくれてるんですけど、やっぱり海外在住さんがこの一つの指輪めちゃくちゃわっさり持っていて、さすがだなと思いましたね。で、バンドルから出るやつがこの2つなんですけど、やっぱりこのホイールかっこいいですね、ホイール。で、これ、この3つがパックから出たやつなんですけど、これ全部光ってないですよね。こっちで集めたいな、こっちで集めたいなと、ちょっと今というか結構思ってましたね。で、これも光ってもないですね、確かね。光ってない？この指輪もね、光ってなくてね、ちょっと残念なんですけど、なんだかんだこのバンドルの一つの指輪がかっこいいなと思いましたね。はい。はい、まあ、そんなところがそこそこあって、ここら辺で終わり？まだあるか。まだあった。まだありましたね。マナクリプト追加の4つですね。結構これが使われてたんですけど、で、これ4つあって、プロモバージョンのマナクリプトが2枚あって、6枚あって、で、十分ぐらいかな、そのデッキ使い回してちょうどいいぐらいかなと思ってたんですけど、いや、あのマナクリプトね、見ちゃうとね、欲しくなっちゃってね、2枚追加で買っちゃったんで、マナクリプトはちょっと売ってもいいかなとは思った、ちょっと思いましたね。売るかどうかはわからないけど。で、この、宝石のスイレンもこの逃走者バスターズのこのフルアートのホイールバージョンが非常にかっこよくて、一つはこれにしたいなと思って買っちゃいましたね。いや、これこのね、これがマジかっこいいんですよね。マジで見てかな。いや、これはね、非常にかっこいい。日本語版がやっぱりそのまあそこそこな値段で買えちゃうので、もう2枚ぐらいちょっと欲しいなと思っているんですけども、多分今逃走者マスターズ出て、ちょっと安くなってるところなんで、今のうちに集めておこうかなとはちょっと思っているところですね。で、モックスオパールが4枚あって5枚かで、クローンモックスが5枚あってみたいな感じになってますね。ここら辺はやっぱり、強い EDH になると入れたくなるカードですよね。まあ、そんなとか、あと、エルドラジがありますね。このエルドラジはエンチャントレスに入っている、はい、必殺技ですね。はい。天使をいっぱい出すか、いっぱい出たマナを使って、じゃあエメラクールを出して追加ターンを得たいですって言って、はい、次殴ってパンチで終わりで、ね、っていう感じですね。はい。レガシーで、簡単に15マナが出るっていうね、はい、そういうデッキのエンチャントレス。それがね、いいとこなんですよね。はい。ということで、無色のカードはここまでかな。はい。よーし、じゃあ次は土地のファイルになりますね。土地のファイルはなんとね、2つに分かれていまして、もう入らなくなったんでね、はい、諦めて2つにしました。で、こっちがちょっとレアリティというか、価格的にリーズナブルな方が入ってるやつですね。闇魔屋が結構入っていまして、はい、もうこういった適当な EDH で使えそうなカードがいっぱい入ってる感じですね。はい。なんだっけこれ。サンクタム。ボタニカルサンクタム。はい。土地が2つより少なかったら、アンタップインディケートってやつかな。はい。で、空壁地とか、トライオームとかも入ってますね。基本的にこういった、ちょっと EDH では使えそうだけど、すごい高額っていう感じではないかなっていうものが結構入ってますね。はい。マジで最近、前ね、これ8枚ぐらいあったんですけどね、さすがに8枚使わないなと思いましてね、4枚ずつ売りましたね。はい。はい、ということで、ここら辺はちょっとね、スリムになりましたね。はい。はいはい。こんな感じですね。はい。トライオームがいっぱい入ってますね。これもトライオームっていいのか、言っていいのかわからないけど、まあみんなトライオームって言ってますよね。はい。基本的にニューカペナで当たったものはここに入ってるんですけれども、これは結構バラバラですね。もうそのまま当たったものが入ってる感じなんで、
ただね、このやっぱフルアートがね、やっぱいいですよね。フルアートが非常に僕かっこいいと思うので、できたらこれを使いたいなと思って、一つだけ使ってるのがこれ多分インドラプトルのやつですね。こっちもいいけどね、こっちもかっこいいけど、やっぱこっちに揃えたくなるなと思いました。はい。で、キャノピーランドが結構ありますね。これドクター風で再録されてちょっと安くなったのかな。モダンホライゾンのやつですね。結構ありますね。はい。これも2色ランドで、1点減るとはいえ、ドローにも変えられるし、非常に強い土地なのでね、色が合うデッキならちょこちょこ入ってますね、これはね。で、宝石鉱山。これはあんまり使ってないが、まあ、色を出したいデッキならとりあえず入れてもいいかなっていう感じのカードですね。で、英雄の公有地も非常にこれ強いカードですね。3枚しかないんですけど、これは強いですよね。できたらもっといっぱい欲しいんだけども、意外と値段してるんだよな。2000円はいかないけど、まあそれに迫る勢いになっているから、ちょっと手が出しづらいかなと思って、まあ使ってるところは使ってるし、使わなくてもいいところは使ってないし、みたいな感じで、まあ無理して使わなくてもいいかなとは思うんですけども、まあ、入れたらちょっとデッキのクオリティが上がるようなカードにはなってますね。あ、で、これ。山賊の頭の間かな、うん、これ、ズンダモンに言わせると、山賊の頭の間っていうんで、それを直すのが非常にめんどくさかった感じですね。はい。で、マイコシンスには、もう、これ意外と強いかなと思ったけど、意外と使いどころが難しかったですね。ただ、一応、ファクトを使ってるようなデッキには、入れてますけどね。はい。ちょっと何かあったら使えるかなと思ったけど、なんか伝説のアーティファクトだったり、なんか、あ、これなんか微妙に使えないなっていうことが結構ありましたね。あ、で、ここら辺はロード・オブ・ザ・リングのカードですね。ミナス・ティリス非常に強いカードだしね。ただ意外と能力使ったことないんだよな、これね。意外とね。2マナでタップでドローできるんですけど、2体以上でアタックしないとドローができないと。意外とね、条件緩いんだけど、ただ他のね、行動をしたくなってしまうので、意外とね、使う場面が少なかったりするんですよね。はい。で、感動的な消防署。これもバーンのデッキで使うかなと思って買ったんですけど、最近本当にね、1対1の対戦してないから、なんか売っちゃってもいいかなってちょっと思い始めてましたね。はい。はい。はい、あと、あ、これ、あれだな。移動し忘れてたな。これ最後のページに、クラウドランドだっけ入れてたんですけど、ここに残ってましたね。はい。あ、で、ドクター風の消滅投章機とかがありましたね。はい。あそこの戦闘団の運河。これもね、一応、マイラのデッキに入れてたんですけど、青赤のデッキね。ただ意外とね、1ターン目、2ターン目はそんなに動かないことが多くて、それ以降に動きたいことが多いときに、これが出てくるとね、なかなかね、動けないので、どちらかというと、統率者はスローランドの方が使いやすいかなと、思っていたので、ちょっとね、使いづらいなと思いましたね、ここね。あ、で、大田原結構持ってましたね。3枚ぐらいありましたね。大田原は強いんですよね、バウンスね。あ、で、ここからショックランドですね。あ、で、そうです。この大田原がね、偉いところがね、プロテクションとか呪言とか、呪言は違うな。プロテクションをね、防げるんですよね、これね。マジで、プロテクション、なんかほぼほぼ全ての色をついているような装備品をついたジョーカーリンが殴りに行って、もう絶対攻撃通るだろうって思ってたら大田原飛んできて、大田原でジョーカーリンがバウンスされて、おーってなったことがありますね、これマジで。これマジでビビった。大田原強い無色なんですよね、これね。プロテクションすり抜ける。あれ、ここショックランドですね。でショックランドもね、僕、最近、逃走者のデッキは基本ショックランドでいいかなと思っていて、そんなにすごい強いデッキを作るわけでもないから、2点ぐらいならもう、わざと食らった方がかっこいいんじゃないかみたいな感じで思ってるような節があってね。フェッチ切って食品みたいな、いつの間にかライフめっちゃ減ってて、うん、なんか一人だけきつくなってるっていうのがね、うん、いいと思うので、ガンガン攻めた方がね、
早くね、うん、終わるしいいかなと思ってたんですけど、うん、このショックランドがねちょっとね最近考えていて、フルアートのショックランドがかっこいいなと思ってきまして、うん、全部それに変えたいなとは思ってるんですよね。で結構あるんですよね。はい、まあ、これはモダンとかいろいろ使うようにいろいろ買った感じですね。はい、でここら辺はドクターフーの感じですね。でまたショックランドがありました。はい、これはあれだな、パイオニアの天使のデッキで使ってたやつかな。うん、まだ結構ありますね。はい、でここからがちょっとよくわかんないカードになって、うん、闇滑りの騎士とかもありますね。でここら辺はまだよくわかんないカードが適当に積まれていて、で小道がちょこっとありますね。でここから小道が終わって、フェッチランドになって、フェッチランドはもう一つの方に入りたくなかったので、でこっちに溢れてきてますね。はい、はい、湿地の干潟があって、沸騰する証拠があって、乾燥大地があって、新緑の近場地があってっていう感じですね。はい、で、霧深い雨林があって、で、ここからがクラウドランドですね。確かね、クラウドランドでよかった気がしますね。はい、で最近ここは買ったやつですね。観客席とか、勝者の大霊堂、下映えの闘技場。これはもう映さないかなと思って、もうデッキに入ったまんまのやつがありますね。下映えの闘技場ね。で、訓練施設あって、回復の施設。このフルアートにやっぱりね、見ちゃったらね、ショックランドもフルアートにしたいなと思って、で、次のラブニカリマスターのフルアートのショックランドも全部集めたいなとかちょっと思っちゃっている自分がいて、ちょっと困ってますね。はい。ということで、まず第1弾の土地はこんな感じですね。はい。はい、ということで土地の次第2弾ですね。この土地の第2弾がかなり熱い内容となってまして、まずデュアルランドが、揃ってますね。はい、全部使ってるわけじゃないんですけど、時々 ETH のデッキにも入れたりはしてますね。はい、ツンドラがあって、アンシーがあって、バッドランズがあって、タイガがあって、サバンナ、スクラブランド、マジでちょっとうっとりしちゃいますね。ボルカがあって、バイオウさんがあって、ベイユーですね。はい、があって、プラトがあって、で、ここからが追加あるんですよ。トロピーまでが、で、一応4枚ずつ全部揃っていて、で、ここからが追加ですね。はい。で、アンシーが追加で2枚やって、タイガが追加で3枚か、ここもあるから。で、トロピーは8枚揃ってますね。一応そのデュエルランド8枚ずつ揃いたいなと思って、2セットずつ揃いたいなと、ちょっと個人的なあのあれですね、思いとして、もしデッキを1つずつ作って、で残りを使えるような状態にしておきたいなと、なんか勝手に思っていて、こんな感じでデュエルランドが増えていってますね。でプラトンも一応8枚あるのかな、ここに4枚あるってことは。で、ボルカは1枚か。1枚足りなくて7枚あって、もう1枚あると一応、8枚コンプになりますね。で、ツンドラは5枚で、サバンナも7枚なのかな。うん、サバンナももう1枚あれば、8枚になるかな。タイガももう1枚あれば8枚ですね。うん。アンシーはちょっと少ないですけど、バッドランドだけが追加でない感じですね。はい。マジでオリパとかいろいろ買ってね、ちょっとねちょこちょこ集めているんで、前回と比べてどのぐらい増えたのかっていうのがね、多分前回の動画見ればわかると思います。はい、でここら辺はあんまり変わってないかな。もしかしたら前回もし見てくれた方がいたのなら、ここら辺はあんまり変わってないかなと思うんですけれども、ガイアの溶岩の地が5枚あって、ステラの石器が6枚で、トレイリアのアカデミーもついでにちょっとここに入れてるんですけれども、イニシエの噴霧があるかな、9枚かな。もしかしたらどっかに紛れ込んで入れ忘れてるやつもあるかもしれないですね。はい、で基本的にはこのイニシエの噴霧はどのデッキにも入れてるかなっていう感じなんですけど、まあすごいレベル高いところ、レベルがあんまり高くないようなデッキだとちょっと外したりとかして遊んでますね。
で、まあ、基本的にね、その自分でやってるフリップの時はもうこういうのは全力で入れてね、はい、レベル5から7ぐらいでやろうって言って、まあ、これぐらいが入ればもうちょっとワンランク上のデッキになるかなと思って、はい、そんな感じで僕は遊んでいますね。で、ファイレクシアの塔が6枚あって、ボスエイジがいっぱいある。6枚、7枚、8枚、9枚、9枚ありますね。このね、ボスエイジがね、めちゃくちゃ使うんですよね、マジで。緑のデッキならとりあえず入れてよくて、マジでこれに助けられたことは何度もありまして、もうこれはね非常に強いカードなんですけど、ただ1枚もこのフルアートのホイールがないということで、いつか揃いたいなと思っておりましたね。はい、前のドラスタさんのね即売会で8000円で売ってたんで買えばよかったな。ひよりましたね僕は。ひよっちゃいました。で、裏切り者の都ですね。これはなんだっけ、あのレガシーのなんかあるじゃないですか。レガシーのなんかファクトを使ったデッキあるじゃないですか。それ作ろうと思って一応確保してたやつですね。はい、で、レイクオブザデッドがありますよ。はい、これはあんまでも使ってないです。で、カラカスが8枚ありますね。はい、綺麗。古いやつと、はい、新しいやつ。で、ウエストランドが8枚あります。普通に4枚はですね、レガシーの、まあ、禁止カードが入ってる、あの表現の反復が入ってるデルバーデッキに入ってますね。はい。未だ入っている表現の反復。で、真鍮の都がここにまず4枚あって、まだ追加でありますね。はい、真鍮の都はとりあえずね、多色ランドとして使えるんで、どんなデッキにも入るんで、いっぱい欲しくはあるんですけどね。うん、どれが一番好きかな、僕。やっぱこの7班のやつが僕、あの青春の時間なので、これが一番好きですね、僕ね。うん、ただ、最近のフルアートのもかっこいいですけどね。で、魂の洞窟があって、これはちょうどインスタラードやってた時にちょうど変えたやつですね。うん、昔も高かったっすね、これね。今も高いですけど。で、アーボーグがあって、スミガの生息地ね。これ非常に強いカードですね、これもね。ね、最近ね、これエリビアのデッキに入れていて、エリビア殴ったらエンチャント分のパワーとタフネスが上がるエンチャントがつくんで、こうやってつけてワンパンしたいなと思ってね。はい、そんな感じのクリーチャーですね。はい、クリーチャーじゃないか、土地がクリーチャーがするやつね。はい、で、魂の洞窟が何個かありますね。意外とこのフルアートホイールの魂の洞窟好きですね、僕ね。かっこいいと思います。で、リシャーダンポートもかっこいいので、なんか12枚集めてますね。で、変わり谷もありますね、いっぱい。で、これがマーホークで使っている変わり谷ですね。かっこいいですね。はい。で、ウルザの物語がいっぱいありますね。何枚か売ったんですけど、やっぱりこのウルザの物語ね、統率者でもめちゃくちゃ強くて、マナを見つつ、ソルリングを持ってきてっていう、かなり、アクションがすごい、動きやすくなるので、これは非常にいいカードですね。ぜひとも、どのデッキにも入れたいカードですね。はい、ただ、1ターン目にこれを出して、エンチャント破壊しますとか言われたら、もうその時は泣きたいですね。で、ニクソスもこれ強いですね、ニクソスね。単色のデッキなら、その、新人分だけマナが出るんで、まあ、単色じゃなくても出るんですけど、まあ、基本的に単色のデッキで非常に活躍するカードなんでね。単色のデッキには1つずつ入れてるかなーっていう感じですね。赤のデッキと緑のデッキと黒のデッキと白のデッキ。青のデッキはないです。青のデッキはないので1つ追加をして青のデッキを作ろうかなと思いますね。はい。いつになるかわかんないですが。レインボーダーの貴重品質とこのオボログとかがありますね。はい。これはマーホークのデッキに入ってるのかな、多分ね。そんな感じのカードがありますね。で、大タワラがなぜかここにありますね。はい。もう一つのファイルに入ってたんですけど。で、これは昔僕が子供の頃にトーメントで、使っていたインボーダーの貴重品質ですね。これを使って黒弾コントロールで、霊魂焼却とかで生命吸収とかで完全にデッキのエキスパッションは合ってないですけども、はい、そんな感じで使ってたカードですね。虹色の帳簿もあって、何でも基本土地を持ってくれる非常にいいカード。で、こっからがフェッチですね。オンスロートフェッチ。ここも変わってないですね。基本的にこっから土地を出して、フェッチ使う感じなんで、まだ一応ね、全部使い切れてはないので、まだストックはある感じですね。はい。
色ついてたやつが全部使ってるやつで、うん、まだストックあるかな、うん、っていう感じなんで、でもこれなくなったらどうするんだろうね、僕ね。新しく買っちゃうのかな、わかんないな、ちょっとわかんないですね。はい、はい、で汚染された三角数だけが4枚足りないんですよね。他のやつは24枚ずつあるんですけど、これだけね、8枚ね。確か前回は新枠があったんですけど、新枠は売っちゃったので消えました。でちょっとあぶれてるやつらをここにはめたんですけど、はい、これも4枚買わなきゃなと思っているわけですね。で地図止めのぬかるみは24枚プラスアルファ、はい、2枚プラスであります。多分オリパーかなんかで追加で当たったのかなという感じですね。いやマジでこのオンスロットフェッチの素晴らしさやばい、はい、オンスロットフェッチのやばい。でこの樹木茂る36だけこのフォイルがあるんですけど、もう1枚あるんですけど、ハマさんのフリーマーケットで売るように1枚だけそっちに入れてますね、はい、ないのはそういうことですね。ホイール1枚だけ今1枚だけ売っちゃおうかなと思って、そんな感じです。で吹きさらしの荒野ですね、はい、これが一番使ってるような気がするな、はい、で追加でまだあって、このこれカードラッシュさんのやつで当たったのかな。あそう、今年ねカードラッシュさんの福袋買えなかったんですよね、マジで。いやー残念だったな。去年と一昨年買ってたんで、今年も買って10枚のやつを買って、あとちょこちょこしたものを買っちゃって、今年の福袋動画は終わろうかなと思ってたんですけど、早くも出花をくじかれましたね、はい、なんなら 2,3 週間ぐらい前からもう告知されていて、もう販売が終了されているっていうね状況だったんでね、はい、そんなちょっと悲しい出来事がありました。でここが初版のゼンディカーのフェッチですね。このねフェッチ、やっぱりこの初版のね雰囲気いいですよね。僕この雰囲気が好きですね。ただ僕はこっちの雰囲気も非常に好きだなと思いましてシークレットレイヤーのフェッチですね。ということで、こちらのゼンディカーのやつは全部一応4枚ずつ揃えていて、もったいないからちょっと使いたくないなと思ってここにとりあえず置いてます。で使ってるのが基本的にモダンホライゾンとこちらのシークレットレイヤーのフェッチになりますね。意外とでも最近モダンホライゾンがいっぱい出回ってるせいなのか、ここら辺も安くなってきたんで、ちょっと追加で買ってもいいかなとは思うんですけどもね。でもこっち買うんだったらこっちのシークレットレイヤーの方がかっこいいなと思って、こっち追加してましたね、はい、なのでちょっとここは増えてるかもしれないですね。前回の動画見た人がいるならもしかしたらちょっと増えてるかもしれない、はい、デスカレーティング沸騰する証拠ですね、いっぱい、はい、一応これ12枚以上あるのかな、ね、マジでこれかっこいいしね、この圧巻ですねでこの乾燥大地がねめちゃくちゃね最近安いのでね、ちょっとねいや安いなと思って買っちゃってる自分がいますね、これね、はい、ちょっと増えてますね多分ね。で追加でまだあって、新緑の地下墓地があって、この新緑の地下墓地もかっこいいですよね。これもう惚れてしまいますね。で、この霧深いウリンだけはちょっと少ないんですけど、なんで少ないかというと、こっちのね、普通のバージョンの霧深いウリンのイラストの方が好みだなと思って、こっちだけちょっと少なくなってますね。で、あと旧枠の枠のやつが、あっちの赤いファイルにも入ってたんですけど、はい、ここにもちょっと入ってますね、はい、ちょっとっていうか基本的にこっちがメインに入ってるんで、こっちにいっぱい入ってますね。っていうかむしろあれを旧枠のやつをちょっとこっちに移して動画撮影すればよかったなとちょっと思いました。はい、なんだかんだこの旧枠のフォイルかっこいいんで僕これ好きですね、はい、この霧深い売りのね旧枠フォイルが非常にかっこいいですね、はい、マジでこの旧枠フォイルの輝きやばい、この輝きは非常にいいですね、はい、意外と出ないしねこれね。エッチングよりやっぱりこの旧枠普通のフォイルの方が好きですね、はい、であとはもうそうここら辺であれ入んねえと思って次のファイルに入れちゃいましたね。本当はここに全部フェッチを入れてフェッチうおーってなろうとしたんですけど無理でした、はい。
ということで土地は、以上になります。よし、次はこちらなんですけど、こちらは軽く説明して終わろうかなと思います。ストリクスヘイブンの全種類揃えましたってファイルですね。はい、これがグローバルバージョンですね。全部ファイルに入れている感じですね。はい、めっちゃセットブ買いましたねこれただ全部揃わなくていくつかは買ったんですけれども、はい、一応全部こんな感じで、揃えてます。ここまでがグローバルバージョンですね。で一応ドラゴンとかも入れようかなと思って入れてたんですけど、なんか外れてますね。はい、はい、でここからが日本画のやつですね。はい、全部揃えてます。やったぜ。はい、でなんか何枚かは普通に使ってるカードがあったんで、一旦デッキから戻してこの中に、今撮影してますね。はい、まあ、こんな感じですよ例えばこの対抗呪文とかね、時間のねじれとかね、そんなにいっぱい使えないから、ここから取ってね使ってますね。はい、マジでこのこれだけねめっちゃ高かったですね。いやどれも高い、これも高いな。うんこういうね意外とね高いものがあったりするんでね、はい、ちょっと困りましたね。はい、はい、こんな感じですよ。武道団があったり、はい、チャンネルがあったり、原初の命令、これよく僕が動画撮影の時に使ってるやつですね。で嵐の乗り切りがこれよく対戦で使ってるやつで、よくプレイマットこれなんていうやつなんですかって聞かれて、これ嵐の乗り切りなんですよって、かっこいいやつですよって言ってちょっとおすすめしてますね。ただもう多分売ってないですねこれね、嵐の乗り切りね。はい、ということでここまでで日本側が終わって、あと余ってるやつがありますね。多分稲妻の螺旋がめちゃくちゃありますね。うん、稲妻の螺旋とこの稲妻がねめちゃくちゃ好きなんでいっぱい集めてますね。はい、でここがグローバル版、こっからが日本画版で、フェリーの防具が使われてますね。はい、はい、で対抗呪文も何枚か使ってますね、こっちをね。ドゥームブレイド、これかっこいいですよね。マジで、これかっこいい。で、稲妻がいっぱい、ブワーっていう感じですね。はい。これね、めっちゃね、好きなんで、買っちゃいましたね。はい。まあ、そんな感じですよ、これは、ここは。あと、稲妻の螺旋もいっぱいありますね。これはね、トライバルズでこっちのカードが好きだなと思って、こっちをよく使ってるやつですね。神聖なる計略もすごいですよね、これ。もう、神話レアレベルのイラストですが、アンコモンっていうね。まあこんな感じですね。これはそんなにすごい、もうミスティカルアーカイブだけって言えばもうそのままのやつですね。はい、はい、はい、次も軽く説明しようかなと思うんですけれども、これは40,000のサージフォリのやつ全部入れたファイルですね。マジでこれファイルにしてちょっとニヤニヤしたかったようなやつですね。はい、これを全部外せばなんと EDH が4人分できるという、はい、非常にお得なファイルになっております。本当？うん、多分そう、うん、土地もちゃんと全部入ってるはず、うん、全部入ってる、トークも全部入ってる。ここのファイルを持っていけばなんと4人で遊べるという非常に優れものですね。そんなことはしたことないですけれどももしそれをやるとしたらこのファイルから出すのが非常にめんどくさいってですね。でここからがアバトンかな。あ、1枚目なんだっけ、ティラニトだったっけ。はい、こんな感じになってますね。はい、でここからはそうそう、冒涜の行動がこのイラスト好きだったんで、ちょっと昨日まで抜いてたんですけど差し込んで入れておきましたね。時々使いたいカードがあるんですけどね、ちょっとねサージホイールから引き抜くのはちょっともったいないなと思いまして、通常バージョンから取ってるんですけど、そうしたら通常バージョンのデッキからカードがなくなってちょっとめんどくさいことになることがあるんで、あんまり取らないようにはしてるんですけどね。ただ40,000のやつって非常に面白いカードが多いですよね。むしろこのスザーレクのデッキを、ちょっと魔改造しようと思って、魔改造してたらいつの間にかスタースクリームのデッキができたっていうねそんな逸話がありますね。はい、スザーレクのデッキね、一応ね対戦動画にも上げてるんだけどね、かなり初期だからズンダーボンとかじゃなくて、みんなが喋りながらやってるやつなんですけどね、うん、あれはスタースクリームになりました。まあ、そんなことにもありますよね。これこのサージホイールは結構いい値段するんじゃないだろうか。
で面白いカードもいっぱいあるし、今度フォールアウトのデッキ発売するからそれも楽しみですよね。なんかめちゃくちゃすごい、コンセプトがすごいし世界観もすごいし、このマジックのデッキに落とされてるっていうのはね、非常に分かりやすい、非常に面白いこの試みでしたね、このコラボは。ということでこれは以上ですね。よし、あと2個あって、これもあんまり大したことはないんですけど、これはシークレットレイヤーを入れてるやつですね。シークレットレイヤーで出るオムニソプター羽ばたき飛行機械があって、メガトロンとオプティマスプライムのやつが入ってますね。はい、はい、ということで、あとトランスフォーマーの方がまだ入っていまして、ここら辺を使ってトランスフォーマーのデッキ作ろうかと思って一回作ったんですけど、あんまりねいい動きしなかったんでね、最近崩しましたね。はい、あんまりね良くなかったですね。はーい、あとはこれなんだっけ、ブルーナとかのエンチャントのやつですね。でこれがめちゃくちゃアズサちゃんのやつですね。これこのイラストのやつめっちゃかっこいいですよね。これはね、これはこのイラストはやばいと思いますよ。はい、でそんなにシークレットレイヤーを買ってないんで枚数はないんですよね。石火神のやつですね。はい、あそうだ、このカード結構強いんですよね。そういえば古文なんですよねこれ確か。で2マナで3編成3で、3マナ払って2マナのカードをデッキから持ってこれるんで、なんかハトバの強化者とかもこれで持ってこれるし、インスタント化ソーサリーを打ち消す打ち消し呪文にもなれるし、結構強いカードですね。で石火神の神秘化がいて、セラの盲信者だっけ、なんだっけ、セラさんのやつですね。でクリーニングノーバーのスケッチバージョンと通常バージョンがあります。すべてのクリーチャーを破壊するか、すべてのファクトかエンチャントを破壊するか、どっちか選べる非常に強いカードですね、はい、クリーニングノーバー。でここはシークレットレイヤーの小道のサイクルのやつですね。全部、これ2つありまして、これとこれどっちかが表面でどっちかが裏面らしいんですけど、というものが入ってますね。一応これをこのバーンとファイルで見開きで見れるようにしたら非常に気持ちいいなと思いまして、こんな感じにしますね。でファイレクシャンのやつですね。そう、これがね収録されたからね、ジャッジプロモのやつがちょっと値下がったらしいですよね。はい、まあ、ただこのセット非常にお得でいいですよね。はい、であとちょっと昨日思いついてここにこのねシーンボックスのやつを入れましたね。はい、はい、ちょっと入れ、これね微妙に6枚だからね入れづらいんですよね。入れづらいのぐーってなりながら入れました。はい、はい、ガラドリエル、はい、こんな感じでした。あ、それこれを今ちょっと見ていて、他のロードオブザリングのあのシーンのやつ全部入れたやつを作っておけばよかったなとちょっと今思いましたね。ちょっと今思いました。はい、まあ、とりあえずここはそんなに軽くで軽く入ってる感じですね。シークレットレイヤーもしかしてまだ買うことがあったらここにどんどん追加していきたいと思います。ということでこちらが最後になりますね。多分一番これが熱いファイルになってるんじゃないかなと思います。土地のあのディアランのやつとちょっとどっちかと言われるとちょっと怪しいかもしれないですけど、個人的にはね多分前回見てくれた方は覚えてるかもしれないですけど、これはあれですね、マスピが全部入ってるあれですね。マスピ土地のやつですね。まず土地、これねめちゃくちゃね頑張って集めましたね。マジもうこれはねやばかったですね。いやーこれ1枚ずつがね結構いいお値段がするので、はい、いやーまあちょっとねこんな風に記録としてね今回も残しておこうかなと思います。一応ここは前回2022年の時と変わってはいないですね。で本当はマスピ新しいやつカラデシュのやつ集めたかったんですけど、ちょっと今年はねあの貯蓄をしてねマネーパワーを上げて、今後にちょっとね力を貯めていければなと思って今回は諦めましたね。はい高いしね、もし集めるとしても1枚ずつかなと思ってね、そんな感じで思ってましたね。ソウルリング4枚とかちょっと無理だからね。ということで1枚ずつ
集めたらいいなと思ってはおります。はい、はい、ということでマスピはねやっぱり綺麗ですね。これはあいつ見ても、いい感じです。はい、イニシエの墳墓もマスピなんで高いです。高い、めっちゃ高かった。マナの合流点、マナの合流点僕使ったことないのにちょっとマスピだから使いにくいなと思って、普通のマナの交流点も高いなと思って一回も使えてないけど、ここにコレクションとして保管されていて、あーかっこいいなーって思いながら見てますね。はい、はい、ということでここまでがマスピですね多分ね。で次からは、あそう、次からはこれですね、ショックランド、アンフィニティのショックランド。僕はこれを見て、このショックランドを使って逃走者のデッキを組み始めてから、この逃走者、このカードをショックランドとして使いたいなと思い始めて、普通のショックランドをあまり使わなくなったっていうね、ちょっと今状況ですね。はい、ラブニカリマスターのねショックランドがどうなんだろうな。いやただ揃えたらかっこいいんだろうなと思いつつ、ちょっと今これを追加で買うか非常に悩んでますね。うん、これ4枚ずつしか、あでも追加であるのか、多分次に追加であるのか、追加でありましたね。うん、ここが追加なんだけど、デッキ作るごとに追加していくのがやっぱりいいかなとちょっと思いましたね。うん、ここのねファイルのこの状態を崩したくはないんだけども、ただデッキにも入れたいしというね、非常にすごいジレンマがありますね。ここ僕気に入りのページですね。でここはニューカペナの何フォイルって言ったっけこれね、ちょっと忘れましたね。これも非常にかっこよかったんで買ったんだけど、やっぱり値下がってきましたねこれはね、さすがにね。ただこれはかっこいいですし、チアトラちゃんヒュージーリーダーズで使ってるし、なんなら普通の EDH のデッキでもチアトラちゃん使いたいなと思ったんですけど、同じデッキをね使うのはちょっといただけなかったんで、とりあえずヒュージーリーダーズで今この子がいる感じですね。はい、でこのギニーフェイもこのやつ使ってます。はい、で次がそう、これ僕の目標としてるチャンネル登録者数1000人ごとにパワーナインを買っていくっていうパワーナインが入ってます。1000人いったんでタイムアップを買って、2000人いったんでアンリコ買ってっていう感じで、買っちゃったやつですね。そしてそのその紹介動画がなんかサムネが良かったのかめちゃくちゃ見られてたんですけど、再生時間がめちゃくちゃ少なくてちょっと失敗したなって思いましたねいやあれやっぱダメだったっすね。サムネはめちゃくちゃ良かったと思うんですけどね、とあの吉弘さんとね話してましたね。はい、めっちゃいいと思いますよって言われたんですけど、再生時間がめちゃくちゃ短くて本当かなと思いつつ聞いてましたね。はい、でこのシャッタードグラスフォイルね、はい、これ1枚だけ買ったのかな確か。あそこのブラスターだけ追加したんですけど、これもいつか全部揃えたいなと思って、これあのカードとして非常にかっこいいのでね、揃えたいなと思っておりますね。はい、あで追加でなんかありますね。はい、でここはダブマスのトッパーバージョンですね。ここのホイールもね1枚ずつ揃えたいんですけれども、一応主要なところは揃えられたのかなっていう感じですね。ここもあまり変わってはいないかな、って感じですね。で一応マスピ、空弟子のマスピも何個かあるんですけど、これオリパで当たったからあるだけで、揃えようと思って揃えたわけじゃなくてっていう感じであるやつですね。なんならこのマナボルトもう1枚当たったんですけど、さすがにね2枚はいらないなと思って1枚はさすがに売りましたね。はい、でそれを売ってマナクリプトとかになりましたね。はい、でこれはゼンディカーの夜明けの突破、これも揃えたいんだけど、さすがにねなかなかあれもこれ持ってったらね、お金が足らなくなるから、最近は控えておりますね。はい、で、ここは追加されたところかな。ロード・オブ・ザ・リングの突破になります。ここも揃えたかったんですよ、これ。これはね、さすがに揃えたいなと思って、ボックスからも結構出ていたので、基本的にフォイルにはしてますね。いやー、マジで、バーリンの発火全然当たんなかった、これ。意外とこの、
アグラロンドと死者の道とかは当たったんですけど、これだけは当たらなかったですね。バーリンの墓ね。で、唯一フォイルじゃないのがこのハックルビンの落ち葉。これだけフォイルじゃないっていうね。うん、そんな感じです。で、一応全部あって、ここまでが全部なのかな、うん、多分そう。違うか。いや、多分そう。うん、多分そう。で、ここら辺が追加であったやつですね。はい。あ、待って、これ。ここにフォイルがあった?これフォイルじゃないか。フォイルじゃなかったわ。で、ここが、めちゃくちゃレアな、アグラロンドのリンクウォッチのサージフォイル。これが、多分日本語バージョンだと、かなりレアなカードで、英語バージョンだと、最近出たホリデーリリースのところで結構出るんで、これはそんなにレアじゃないんですけど、この日本語のバージョンはかなりね、レアなのでね、はい。ここに入ってますね、今のところね。うん、ただ、これ高級すぎてちょっと使えないですね。英語バージョンはまあ、そんなんでもないですけど。で、これ、シリアルナンバーの運石の工芸品ですね。これ、ちょっと使いづらいですね。非常に使いづらい。お店も売られてもちょっと使いづらいなと、扱いづらい商品なんじゃないかなと思いますね。はい。で、カラカスのサージフォイルが入りますね。で、まだ残ってるやつというか、デッキに入れてるやつがちょこちょこ入ってる感じですね。で、最後にこのジャラシックパークのやつをフォイルバージョンにして揃えたいなと思って、これは全然進んでなくて、とりあえず今当たってるやつをとりあえずぶち込んだんですけど、はい。はい、とりあえずこんな感じで今入ってます。はい。はーい。ということで、エンディングというか、最後の締めというか、最後の締めの背景はこれで終わろうかな。ということで、2023年、カーボンの MTG チャンネル見てきていただいてありがとうございました。ですね、今年はもうチャンネル登録者数1000人いって、逃走者の対戦動画もかなり見てくれて、非常にチャンネルとしては良かったなと思いますね。はい。まあそんな感じで、来年も頑張っていきたいと思います。ということで、2023年の動画はこちらで最後になります。来年もね、頑張っていきたいと思いますので、また見ていただけると嬉しいです。それではまた、じゃあねー。